さあ皆さんお待たせいたしました。はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは。こんにちは。本日ですね、6月26日月曜日、はい、独立リーグ交流戦ですね、はい、堺シュライクス対徳島インディゴソックスの試合をお届けしようと思っています。もう現在試合は始まっちゃってるんですけども、今ですね1回の表堺の攻撃でワンアウトランナー1、3塁というチャンスの場面でございます。はい、ちょっとね天気がね不安だったんですけど、良かったっていうところで開催がすることできました。本日、実況解説を務めますお笑い芸人のスレンダーパンダです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。どうも。見てくださいこれ、ユニフォームいただきまして。ほらすごいでしょ。かっこいい。これいいね。やっぱ似合う顔だね。顔どこ褒めてんの。顔はねはい、ということでよろしくお願いいたします。はい、現在ですね、フォアボールですかね今のは。そうですね。はい、でワンアウト満塁で5番のファースト佐藤選手を迎えました。なんとですね、あ、なんでしょう、今チャンスを迎えております。いやそうなのよ、うん、めちゃめちゃチャンスなのよ。そうですね。いいですね、嬉しいですよね、うん。今日はですね、はい、1点を取ってですね、うん、先制点を取って、いやそう、うん、気づいていったらいいなと思います。勢いをつけれるかという場面でございます。はい、もうね初回から点入れたらねもうめちゃめちゃ上がりますからね。まあピッチャーも踏ん張りどころというところで、本日のね徳島のピッチャーが平川選手ピッチャーでございます。現在のバッターは5番ファースト佐藤選手です。いいですね。ワンボール、まっすぐストレート決まりました。まあ今初回なんですけどもね、やっぱり球がね、うん、走ってますね、さすがに、うん、スピードボールいいですね。でもその球をですね、しっかり堺の選手はですね、しっかりミートしているというところで、そうですね、じっくり見ながらですね、はい、芯に当ててるんですね。2番の平岡選手がライト前、うん、で3番樋口選手がセンター前、はい、で4番の大橋選手がフォアボールで、今ワンアウト満塁という場面でございます。やっぱりですね、あのチャンスというのはね、うん、訪れることがさほどないのでですね。いやそうですね、まさにいかに、うん、ここでできるかどうかっていうね、はい、点を取れるかどうかっていうところですよ。もう早速のチャンスですしね。わ、これはライトの右中間寄りに飛びました。ライトが掴んでタッチアップします。送球はサードアット選手に当たってしまいました。痛そうですね。いや痛いな今のは。これはどこに当たったんですかね。あのお尻の旗ですね。旗、はい、どこ、あの付け根のことですね。あ、そうなんだ、はい、お尻の旗と言います、ね、そういう部位かと思った。はい、お尻痛そう。あれですね、鶏で言うと、うん、めっちゃ肩甲骨、めっちゃ肩甲骨スプレーしてるけど見えてた。めちゃめちゃ今左肩甲骨やってたけど今お尻の旗じゃなかったですか。お尻の旗じゃないですね。肩甲骨で当たってました。お尻の旗とは、はい、なるほどね。はい、ということでライトフライで犠牲フライとなって1点先制です。はい、これはいい点の取り方ですね。いやいいですね。あそこではですね、うん、一番やっちゃいけないのはやっぱ浅いフライと三振ということでしっかり飛ばしたというところは、ね、そうですね、評価できますね。はい、素晴らしい。さあということで1点を先制した堺シュライクス、バッター5番ライト赤木選手です。これねまだチャンスなんでね。6番ですね、すいません、はい、まだチャンスなんでね。いやそうですよ、2、3塁ですから。そうですね、ワンヒットで2点のチャンスでもありますからね。2アウトランナー2、3塁まだチャンスの場面ですから、こういうここはもう強い打球を意識っていう感じですかね。強い打球というよりもバッターは、まあ、先ほども言った通り、うん、しっかりミートする。ミート、そうですね、うん、ミートのところでどれだけ、はい、ボールを見れるかというかですね、引きつけて。あ、そうですね、やっぱ打ちに行っちゃダメなんですね。あ、迎えに行っちゃうみたいな、うん、迎えに行っちゃダメですね。あ、迎えに行くのは女性だけでいいんですねボールは迎えられちゃう。そうですね、そうなんです、しっかりミートする、しっかり待つというところで。そうですね、あと変化球、今のはちょっとやっぱ迎えに行っちゃいましたね。そうですね、プライベートでも多分迎えに行くタイプだと思います、ね、ちゃんと紳士的なところを見せて三振をしました。いや素晴らしい、紳士的な三振ですね。紳士的な、はい、ジェントル三振で、ジェントル三振、ジェントル三振をしました。さあということで初回1点を先制したシュライクスが守備につきます。
まあ、徳島もワンアウト満塁1点で抑えたというのは良かったですね、はい、やっぱりね、最初ね、はい、立ち上がりがちょっと、ヒットヒットということで、うんうん、まあ、球は走ってて、はい、いいピッチングはしてたんですけども、うん、いやそうですね、それ1点で抑えたというところがね、ずる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 いく、ここがやっぱピッチャーのね、はい、ダメなところというか、まあ、そこは耐えないといけない部分ですからね。ショート大川康介、さあここで点を取った後どういう守備になるかというところですね。いきたいと思います。まあ、四国アイランドリーグのチームとの交流戦はもうすごい貴重だということを聞きまして、この試合にかける思いというか、もうなんとか勝たなきゃっていうところなんですって。まあ、どこでも試合でもそうだと思いますけどね、いやでもそうですよね、胸を借りる気持ちでっていう感じでしたけども、ここもね、はい、もう今日は徳島の球場ということで、そうですね、徳島県の鳴門市、コロナミン市球場で、元気はつらつ球場じゃないんですか。元気はつらつ球場じゃないですね。あの隣にはポカリスエットっていう、あ、そうなんですね、サッカースタジアムもありましてね、やっぱ地元のスポーツはやっぱり熱いということで、すごい人気があるらしいんですよ。サッカーも野球も。そうですね、はい、昨日のタクシーの運転手のおっちゃんも言ってましたね、言ってましたね、今日はなんだサッカー見に来たのか、サッカー見に来たのか、そ, う、ね、そういう感じでしたね。野球です。なんでこっちも返す。野球です。太ってた。俺その時太ってましたね。太って昨日の話なのよ。そうですね、さあということで先制された徳島が攻撃に入ります。はい、1番センター伊藤選手です。あ、亜細亜大学から、駒大苫小牧、亜細亜大学、北海道ガス、すごい選手ですね。エリート中のエリート中のエリートですね。そうですね、もう3つ渡り歩いてるんでね、はい、エリート中のエリート中のエリートですね。いいですね、よく立ち上がりですね、さっき初球ねストライクが入るかどうか、ストライクが入ったら勝ちです、勝ち、あ、負けです。フットボールですね、まあ、はい、エルボーだったんでね、まあまあ大丈夫だったんですけど、まあ、今いいですね、あのエルボーガードとかがあるので、やっぱり、健康第一、健康、まあまあ確かにそうですね、守らないとね、昔の人はね、あのチラチラしたものをつけるなと、はい、あ、そうですね、いう方もねいらっしゃると思うんですけどもね、はい、今はもうそんな時代じゃないと、じゃない、自分の体を守ってなんぼだと、そうです、はい、自分の体を守ることが、自分の健康管理にも一つだから、自己管理、そうですね、部分ですからね、1に睡眠、2に睡眠、3にエルボーです。3にエルボーもう来ちゃう、はい、エルボーもう来ちゃう、 それを使ったということで、ね、今の素晴らしいプレーだと思います。いやファインプレーですね、ファインプレーですね、やっぱね、エルボーをつけていたというファインプレーです。指名打者すごい選手です。可能はと1塁、ここね、お互いちょっとランナーを背負う初回の立ち上がりとなりましたが、はい、ここでね、どん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 やっぱりあのストレート、はい、今のが、ね、先ほど初球はあのデッドボールだったんですけど、まあですね、この初球は、ね、しっかりと腕を振れて、ストレートコントロールできて、はい、僕は、ね、あのマウンドをちょっと荒らしてしまったので ね、 ね、それを、ね、整備してから投げてほしいです。先ほど僕ら始球式させていただきまして、はい、冬が訪れましたけどね、そうですね、一時の、ね、一時の冬をね、あんなに一瞬で氷河期になるのか。地球の歴史史上初めてな、はい、カチコチ、めちゃカチコチになりました、はい、さあバットをしてセカンドは投げれずにファーストでアウト、ワンアウト二塁となります。ナイスバントですね。まあ、ここはですね、はい、やっぱり攻撃のリズムということで、一球で決める、そうですね、はい、素晴らしいです。しかも今死んでましたね。いや、そうですね、はい、ちゃんと打球の勢いを殺してテンポよくチャンスを作ったというところで、3番サード平尾選手です。明桜高校、秋田の高校ですね。あ、そうですね、うん、秋田はね、あの私立が少なくて、はい、公立がすごい多いんですよね。あ、そうなんですね。そうです、そうです、奥はですね、そうなの、なんで奥はですね、奥はしいってことですか、そうですね、奥はです、はい、さあ3番の平尾選手です。ここはね、チャンスを広げて、はい、つなげたいところですけれども、うわ、これは左中間への大きな当たり、センターを追いかけて抜けました。さあこれで二塁ランナーが帰ってくる、バッターランナーは二塁を蹴って三塁へ行きます。スタンディングトリプルですよ。素晴らしい、ナイスバッティングで
タイムリースリーベースとなりました。やはりですね、あの取られた後にこのすぐ取り返すところがね、チームの力、はい、そうですね、チーム力、うん、力そうですね、力がチーム力ですね、チーム力、はい、チーム力です。そう、字面で見るとチームかってなっちゃうけど、そうですね、チームかです。チームかなんですね、はい、カタカナで。今の打球もですね、はい、しっかりと捉えてるので、そうですね、はい、逆らわないで、そうですね、しっかり左中間持っていくっていうね、いい打球を打ちましたけれども、センターのポジショニングもちょっとね、うん、良かったですけども、うん、それを上回る、そうですね、打球さあ、というところでワンアウトランナー三塁で4番吉村選手です。まあ、先ほどね、腕が触れてると、うん、言ったんですけどもね、はい、やっぱり、ね、腕が触れてるというところよりも、うんうん、ちょっと球が浮き気味という方で、なるほど、はい、やっぱり甘い球になってしまう、その甘い球を捉えてしまうという ね、やっぱ弱肉強食の世界ですから。あ、ないそう、そうですね、もうすぐ食われちゃうよっていう、そうですね、ところですよね。だから弱肉強食ピッチングをちょっと期待したいですね。そうね、ピッチャー側が ね、 そうですね、もう食っていけいくよっていうところ、はい、これは厳しいところ。ツーボールワンストライクです。今みたいなところのコースにですね、はい、しっかり当てることができればですね、はい、はい、しっかり、ね、はい、さあだんだんと、これはね、だんだん三塁ですから、低めも難しいところですが、さあこれがファーストへ転がる、ボテボテ、間に合わず一塁はアウトとなります。2点目が入ります。徳島逆転です。今のはちょっとラッキートゥーダアンラッキーと言いますか、そうですね、まあ、難しいところに転がったんですけども、そうですね、打球も切れなかったんでね、そうですね、ちょっと迷いがあったかもしれないですね。最初にダダダダと言って、確かにグラブトスをする感覚でパッと行ったら、はい、ったらもしかしたら、ね、もしかしたらですよ、うん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 、もしかしたら、うん、素晴らしい正解が待ってたかもしれない。そんな、そこまで開けます。さあ初球を打ってファースト掴んで、ナイスプレイ、スリーアウトチェンジです。さあなんとか1点で、あ、2点取られましたけれども、後続を断ち切って2回の表に入ります。どうですか、ここまで両チームの初回の攻撃攻防が終わりましたけれども、やはりいい攻撃を両チームもしてますね、うん、あ、はい、そうですね、積極的にしっかり振りにいってますし、はいはい、ちょっとピッチャーがね、投げ切れるところに投げ切れてないというね、あ、なるほど、傾向と対策なんですけども、傾向と対策、はい、塾以来に聞きましたね。そうですね、はい、それを、うん、うまく、だから点の取り合いをちょっと期待したいというか、そうですね、逆に言うと守備のところを面を考えると、うん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 、一つのミスも許されないよと、許されない、そう、許されない、許されない、あ、ちょっとおしゃれな部分が、おしゃれな部分だった、今僕今おしゃれな部分がちょっと垣間見えたかなと、あ、ちょっとおしゃれは難しかったな、もう一度言いますね、あ、なんですか、守備もですね、はい、一つのミスも許されないという、はい、許されない、やっぱ出た、やっぱわざとだったんですね、そうですね、あえて一つのエラー、フォアボール、うん、これをね、ちょっと注意してですね、そうですね、はい、やっていきましょうよ、どちらもやっていきましょうよ。なんか企んでるな。さあ、ピッチャーは変わらず白川投手です。池田高校の、見てください、このです、ね、お尻のお肉、うん、お肉いいな、はい、いいお肉してますね。これは人間でいうところのサーロインですね。人間なのよ。あ、そうです、うん、人間なのよ。あ、みんな人間です。そうですね、はい、見てください。あ、どうしました。ソックスがすごくおしゃれです。そうですね。はい、原宿系。原宿系の。はい。ゆるふわ系の。ですね。2階の表。チーム名がそうですか。あ、なるほど。原宿ソックス。違う違う。徳島原宿ソックスって徳島。どこかわかんないの。姉妹校かもしれない。姉妹校。高校だったの。学校だったのこれ。さあ、ということで2階の表入ります。バッターは7番レフト杉森選手です。はい。ここはね、どんどん行きたいですね。おっと、変化球高めに浮いてボール、こういうね、浮いたところをただのボールと思わずにですね、うん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 、あ、ここは狙いどころなのかな、次甘く入るなってところを意識してもらえれば、もうこの次を狙う、はい、あ、いいですね、振っていきまして、ファールです。やっぱ低めに決まるといいですね。そうなんですよね、今のもやっぱ低めだったんで、でもそれが置きに行く低めなのか投げ切った低めなのかで打球の行方が全然違いますね、うんうんうん、はい、確かにそうですね、行方です、行方です。あと、ローボール、ナイスボールです。空振りしてしまってツーストライクワンボール、ち
今日のターニングポイントはですね、うん、今のところ見てると、はい、変化球をどう対応するかがこの試合はかかってくるかもしれないですね、この試合は。変化球を今みたいなところをしっかり我慢できるか、そして甘く入ったところを打てるかってところなんですよね。なるほど、はい、あーこのボールいいですね。さあ一塁送ってワンアウト、そうですね、三振となってしまいます。いや、フォークみたいな感じなんですかね。そうですね、スプリットのような変化球が今日はキレッキレですね、はい、しっかりとスイングができてるんですけどもね、はい、積極性と無我夢中は全然違いますからね。無我夢中、はい、無我夢中に行っても、うん、やっぱり考えないと。なるほど。打席はバッターキャッチャーの藤田選手です。今日ですね、球場に堺のあれ近くで祭りがやってるの、祭り林じゃないですか、祭り林じゃないしね。違いますよ。さあボール、ツーボールとなります。これね、堺のファンの方が来てましてね、素晴らしいですね。スタンドでどんどこやってますけども、やっぱりですね、あのチームを愛するというところは、うん、そうですよね、皆さん一緒ですからね、うん、頑張っていきましょうよ。頑張って、誰に言ってる。今見てくれてる、ニヤニヤしてるね、不安の方。あ、おっちゃんが今映りましたね。おっちゃん、ね、おちゃん試合ね、ファールボールの行方をね、はい、見てましたね。まあ、カメラの向こう側にこうあの横断幕があった方が堺のファンの方々が、ね、はい、カメラの向こう側ですね。カメラの向こう側に、ね、山口百恵さんですか。いや、それさよならの向こう側、さよならの向こう側ですね。めちゃめちゃ名曲ですけどね、はい、南国光年ですね。あ、今入りましたね。あ、ツーボールツーストライク、いい曲ですよね、はい、うん、ラーいや、ソングフォーユーユー。さあ、あの変化球、そうです、今のよく見ましたね。ああいうあの変化球をどこまで、うん、見れるか。なるほど。あと甘く入ったところの変化球をどこまで捉えられるか、うん、なるほど。これが堺はかかってくると思うので、皆さんこれをね、うん、大注目、大喝采お願いします。大喝采、はい、なんかちょっと往年の名曲がちらついて、さあ、真ん中低めを打ちまして、ショートがさばいて2アウト。いいプレーでしたね、ショートの。指名打者タクト、背番号99。ショートですね、古川選手ですね、徳島。ナイスプレーで2アウトランナーなし、バッターは9番、指名打者タクト選手です。もともと徳島にもいたっていうね。すごいっすね。長いっすね、経歴が。おお、よく見ましたね。いいですね。タクト選手もですね、あのしっかり振れる選手なんですけどもね、うん、なるほど。やはりここも先ほども何度も申し上げている変化球をどうさばくか。いや、いいですよね、もうそこですよね、やっぱり今日は。さあ、アウトコースでファールボールになります。皆さんね、あのタクト選手のバットに注目してくださいね。どうですか、焦げてますね。焦げてるんじゃないの、今のファールで。焦げました。いや、違うの、いっぱい打ってるから汚れてるのよ。 あ、そうなんですか。はい、今の摩擦でそんな焦げる、バットが焦げたんじゃないんですか。いや、たまに焦げ臭い時とかありますけどね、きっと公式だと、ね、食パンもちょっと焦げたぐらいが好きです。カリカリぐらいが。さあ、強いストレートで空振りです。2ボール2ストライクです。今の変化球が ね、今のストレートが、はい、生きてくるんですよ、あの変化球を。そうですよね。さあ、次の球です。まっすぐファールボールついていきます。あ、当たりそうですね。あ、ボールが転がって、あ、ボールが転がってサインボール帰ってきました。そうですね、今こちらに近づいていきたいという意思が、ボールの意思が見れましたね。映りたかったんですね、今ね、はい、めちゃめちゃ転がってきましたからね。さあ、2アウトランナーなしで2ボール2ストライクです。勝負どころですね。まっすぐファールボール、粘りますね。いいですね、座ってきますが、あ、うん、閑静な住宅街が映りましたね。そっちだった。あれ、急にボールの行方じゃなかったですか。カメラさん休憩してた今。あっち綺麗やなって映してたの。あー、ぜひですね、皆様、ボール外れてフルカウントになります。いや、いいですね、こうファールで粘ってボールの球を誘うというね、いいところですね。
先輩が悪いそうですね。そうですね、ちょっとカクカクな部分がありますけれども、さあまっすぐ打ってセカンドの後方、あ、ライトですね、ライトがほぼ定位置で掴んで3アウト、チェンジ、シライクス2回表の攻撃は0点です。皆さんコメントもいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、嬉しいですね、はい、パンダの木谷カレーと、純正でございます、よろしくお願いします、はい、出てきますけども、はい、天気にもね、雨予報だったんですけども、うん、そうですね、恵まれて、はい、プレゼントさせていただきます、いや、よかったですね、試合ができてよかったですね、ちょっとね、試合時間はね、早まったんですけども、はい、皆さんもね、心の準備がね、はい、できてないまま試合に入ってます、いや、そんな生きるんですね、めちゃめちゃ生きるじゃん、いや、今、準備ができてない状態で臨んでますっていう言っちゃったのね、なことはないですよ、なことはない、なことはないですよ、昨日もね、早い段階で早めましょうということで、どうですかね、皆さん電波の方は大丈夫ですかね、あ、どうでしょうか、思っていただけますと嬉しいです。これですね、画面の左上にあります堺シュライクスのハッシュタグをつけてですね、ツイッターやインスタでもこうコメント募集しておりますので、はい、ぜひぜひコメントや応援メッセージなんかもねいただけたら嬉しいです。33の時に吐息が漏れてましたね、33 いいですね。さあ2回の裏、徳島インディゴソックスの攻撃はバッター、森田選手です。レフト線どうだ、落ちてファールボール、すげえ、僕ちょっと角度的にはあれでしたけど、やっぱ左バッターのファールなんでね、うん、切れるんですよ、切れますけれども、うん、風がねレフトからライト方向なのでちょっと難しい感じにはなりますね。やっぱこの回もね積極的に振りに来てるので、うん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 、さあアウトコースのストレート打って、どっちだ、ピッチャーがさばいてワンアウトです。いい動きですね、今軽快なランニングでしたね、軽快なランニング見せました、はい、ピッチャー吉田です。開幕投手もね吉田投手務めまして、キャッチャー古市めちゃめちゃいいピッチングしてたので、ね、今日も楽しみですね。そうですね、背番号23、さあバッターはキャッチャー古市選手です。おっと、初球打ってセカンドに横抜けてセンター前に来ました、ナイスバッティング、センター前ヒットです。ワンアウトランナー一塁となります。古市今のちょっとね、うん、高いんですよ、ね、なるほど、初球の攻めが、はい、低めの甘いところをしっかり捉える、まあ、バッターの方がちょっと上手でしたね、今のところナイスバッティングを見せました。さあバッターは8番ショート、よし、古川選手。ここはもう1点どっちが取るかというちょっと流れになってますのでね、ワンアウト取ってるので、はい、ここは、ね、焦らずですね、うんうん、しっかりとバッターを、はい、に集中してですね、うん、逆に徳島側はですね、はい、このチャンスをねやっぱ動いてなんぼっていうね、そうですね、ちょっと動きがあるのかというところは、はい、動いてくるかもしれないですね。そうですね、さあランナーの動きにも注目です。まっすぐ、あ、ストライクですね、キャッチャーはナイスボールです。ワンストライクとなります。いいですね、もう警戒をしっかりしつつ、まあ、守備からしたらまあ一つずつアウトを取っていこうというところですね、まあ、今のプレーとかもね、うん、あのサインとかもあるでしょうけど、ね、そうですね、でも投げるのちょっと勇気がいるんですよね。確かにそうなんですよね、悪送球のリスクはまあやっぱ少なからずあるのでね、うまく攻めましたね、バッテリーは。さあ2球目です。牽制、やはりキャッチャーはあれですよね、はい、うん、やることが多いというか、いやそうですね、どこかけてもダメなところがありますよね。確かに、うん、もちろん肩とか肩、うん、配球とかの、ね、うん、野球の知識もそうですけど、やっぱフットワークがあの軽くないと。そうですね、うん、柔らかさがすごい重要ですからね。そうですね、うん、ボール高めに浮きました。
ランナー一塁っていう場面はやっぱりストレートが中心になる球にはなりがちなので、バッターはそこをあえて狙うか狙わないかっていうところもね、野球の面白さですよね。僕だけで、あとは走った、セカンド送球はセーフ、ナイスラン、盗塁成功でワンアウトランナー二塁となります。カウントはストライクになりまして、ワンボールツーストライクですね。走りましたね。そうですね、今のタイミング、今のカウントで走って、はい、まあ、セオリー通りといえばセオリー通りなんですけども、まあ、ワンワンからですね、うんうん、これでですね、はい、攻撃の幅がぐんと広がる。なるほど、ぐんぐんって言っただけで今、はい、ぐんですね。ぐんですか。わー、ナイスボール、変化球で三振です。ツーアウト、ランナー二塁になります。今のところいい球でしたね。ナイスボールですね。9番、以前ちょっと打ちたいところをうまくかわして、ライト村川、さあ9番ライト村川選手です。これでもう1本でランナーは帰ってきますし、これなんとか打ちたいところですけれども、また9番なんでね、ここでこう打ち取って攻撃に移りたいところです。ストライク、アイスボール、アウトコースいっぱいですね。ツーアウトランナー二塁の場面です。第2球ストライク、ナイスボール、同じところ来ましたね。今のところに投げ切れるっていうところをね、いや球が次の球に効いてくるんですよね。なるほど、今の球が次の球に効いてくるんですよ。なんで2回言ったんですかね、はい、大事なので3回言います。3回言うの予告するタイプな、はい、さあここはね3球で持ってくるか、はたまた見ててください。はい、ボール、あ、聞いてきましたね。え、何でした今の。変化球じゃないですか。ストレートじゃないですか今の。変化球ですね。変化球ですか。ちょっと、なるほど、よく見ましたね。でも、はい、結構いいコースに行きましたけども、さあここはね三振を決めてという場面でも欲しい。ナイスボール、いいですね。キャッチャーもナイスストップですね。その変化球見れてるってところはいいんですけども、うん、僕はね、今のはね、もう一球ね、はい、ストレートをね、もうアウトコースで、アウトコースビシッと、ズバッと、はい、こう振り遅れるんじゃないですか。なるほど、うん、でもちょっと変化球が頭にある中で、そうですね、どうするかという場面です。でバッターストレート待ってると思いますよ。うん、まっすぐ、おっと、インコースさばいて、ライトの、あ、超える、長打になります、セカンドランナーは帰ってきます、そして、三塁は三塁回らない。さあスリーベースです。やはりですね、今のところナイスバッティングでしたね。2球ね、低めに変化球取れて、はい、先ほどね、アウトコースの速度が効いてくると言ったんですけど、なるほど、はい、もうまっすぐを待ってるというのが分かってですね、ちょっとインコースが甘く、そうですね、入ったかなっていうところでしたけども、まあ、どちらに投げ切りたかったのかってところがちょっと曖昧なんですけども、で、ね、でも今のところまあよく打ったって感じがありますね。いやナイスバッティングでしたね、ライトオーバーのスリーベースです。ただやはり決めきれるところで決めきれないというところで、なるほど、今のはもう少し、慎重に、なるほど、行ってほしかったかなと所存でございますね。所存ですか、はい、あれ9番で抑えたかったという部分もねあると思いますけれども、サードの前に転がってサードがさばいてスリーアウトチェンジです。まあ、なんとか取った後しっかりと後続を打ち取って攻撃へと行きます。やはりですね、そつない攻撃をしてきますね。いやー、ちゃんとね、ランナーチャンスの場面で、そうですね、しっかり、ね、帰ってくるっていうのはいいですね、やっぱ盗塁が決まる、うん、やっぱりそれリズムができる、はい、守備側は焦る、なるほど、決めきれないところで決めきれない、うん、そして、甘く入ったところを確実にヒットにする、これでちゃんと2回の裏1点を追加して3対1となります。綺麗な攻撃というのはですね、料理と一緒なんですよね。料理もですね、やっぱり時間、タイミング、はいはい、食材、すごく大事になってくるんですね。ね、全てが揃うとまたいいですからね。しかも順番と、リズム、はい、めちゃめちゃあるんで、確かに確かに、それが綺麗な攻撃につながってくる。そして最終的に美味しい、ご飯が、待っているという形なんですけど、なるほど、ご存知ですか。わかりません、全然わかりません。
まだまだ野球ですね。どうで野球です。料理にしたいの？野球じゃなくて、いや料理と付随していると。うん、そういうこと、はい？寄り添って歩いてるんじゃないかと。なるほど。これから3回の表シライクスの攻撃へと入るところです。酒井シライクスの攻撃は1番からですね。ちょっとファンブルしましたが間に合います。ワンアウトサードゴロです。半沢の勘の意図だったら分かると思うんですけどもね。はいはい、あ、倍返しですね。 やられたらやり返すのですね。あ、そっちか、はい、むずいな。絶対みんな倍返しだと思うんですよ。やばり、取られたら取り返す、やられたらやり返す。なるほど。半沢直樹精神。半沢直樹精神、はい。直樹コン。直樹コン、魂と書いて直樹コンですね。いや、ここはね、もうやっぱり1点返して半沢直樹打線とかにしますか。はい。あ、それでいい。そうですね、はい、直樹コン。直樹コン押すな。直樹魂すごいな。大体半沢の方でこうみんな言うんだけどね。やられたらやり返す、うん、誰。それは誰。アウトコース決まりました。いいですね。あの高さからまた伸びるからギリギリのところでいいですね。さあ変化球、自打球となります。ファールボール。ピッチングフォームからもね、伺えるんですけども、しっかりとですね、上から振り下ろしている。なるほど、うん、これは変化球もストレートも全く同じなんですよね。これがやっぱバッターを惑わす。はい、先ほどね、平岡選手はライト前ヒットを打ってますんでね。いきたいよ、ボール。よく見ました。ナイスボールですね。さあ、2ボール2ストライクとなります。この上位でなんとか点を取りたいところ、変化球に手が出てしまって三振です。やはり先ほど の、うん、あのストレートアウトコース、はい、ビタビタのところ、はい、まあ、ボールになっているんですけども、はい、やはりそれがあるからこそ今の大きなカーブ、ワンバウンドするんですけども、やっぱり手が出てしまう、うん、いい組み立てってことですね、うん、こう人間のそういう、ね、うん、精神的なところというか、はい、うん、久保みたいなところキュッキュッと、はい、するピッチングですね。キュッキュッって何、はい、ちょっとくすぐるんですよね。ああ、なるほど。おっと、アウトのコースってレフト方向、打球はファールボールです。いいですね。今日触れてますね、樋口選手ですね。はい、先ほどの打席はセンター前ヒットというチャンスを作ったわけなんでね、ここも2アウトからですけどもね、なんとかチャンスを作りたいところです。さあ、2アウトランナーなしの場面です。変化球ストライク、ナイスボール、まあ、狙い球と違った感じの見送り方でしたけども、いい球ですね。うん、ここですね、フルナッシングとなって3球目、変化球です。当てただけの打球になり、セカンドゴロで3アウトです。いや、しっかり三者凡退で切り上げて。堺市ライクスはですね、この3番バッターの井口選手、はい、こちらが今日の試合のキーマンだと思いますね。あ、はい、なるほど。多分チャンスが回ってくるのであれば、はい、井口選手に回るし、井口選手が、決めれる。これで井口選手が決めることによって、堺、うん、が勝つか負けるかが、なるほど、僕はことをちょっと注目していきたいなと。いやー、はい、今日のキーマンですね、はい、やっぱヒットが出てるっていうのはいいですよね。さあ、これから堺の裏の徳島の攻撃に入ります。まあ、2番からの順になるんでね、ここも酒井としてはね、抑えたいところで、ここで酒井シライクスピッチャーの交代となります。ピッチャー吉田に代わりまして山本義隆、ピッチャーは山本、背番号11、ピッチャーは山本選手に代わります。サイドスローなんですね。左
左のサイドスローになるところです。まあね、2番の坪井選手、左バッターなのでね、ここね、しっかりとちょっと流れを変えるためにもここは3人で抑えたいですね。そうですね、やはり、今2点差で、はい、点差がちょっとつき始めているので、ここはね、ぜひ0点の回を作ってですね。そうですね、やっぱ守備から攻撃のリズムを作る。なるほど、はい、ディフェンスから、オフェンス。オフェンス。そうですね、オフェンスからディフェンスじゃないんですね。やっぱ守備が大事になってくるんですね。ディフェンスからオフェンス、はい、人間関係もそうですね。あ、そうなんですか。やはりディフェンスから入りオフェンスに行く。あ、こうすることによって相手の懐に入り、いい人間関係が作れるというのは僕ありましたね。ありました。やっぱりオフェンスから入りたがるんですよ。ただそこを我慢して、攻めたい気持ちは出ちゃうんで、ね、我慢してディフェンスから入り、なるほど、はい、亀の甲羅精神とでも言いましょうか。亀の甲羅精神、はい、やっぱもう守ってからの攻撃っていうところですね。からのってことですね。亀のからのからのですね。からの、ね、うわー、ナイスボール、アウトコース決まりまして、ワンストライクです。いいですね、左の変則ピッチャーというところで、左がねちょっと並ぶので、ここはなんとか、やっぱ投球フォーム見ると一瞬手が短くなるんですよね。ああ、そうですね、はい、こう長い手を短くして最後に長くする。うん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 、見てください、はい、長い、短い、ここ長い、長い、あ、これでバッター目線からもちょっと見えないというかね。そうですね、特に左バッターなんか出どころがわからない、はい、やっぱ出どころがわからないというところはですね、うん、やっぱ恐怖に感じる、うんうん、恐怖に感じるということはなかなかバットが出てこない、うん、はい、バットが出てこないということで、うん、振り遅れるということで今のようなファウルが生まれるんですね。あー、すごいですね。あー、これも今のもそうですね、今のやっぱりね、左バッターということで、はい、この変則のピッチャー、はい、出どころがわからない、はい、出どころがわからないということはバッターは恐怖に感じる、はい、恐怖に感じるということはなかなかバットが出ない、はい、バットが出ないということは振り遅れる、はい、今のようなファウルが生まれるんですね。ジュゲーム読んで言ってるの。ジュゲーム、ジュゲーム、心すり気みたいな速さだったで今、はい、あー、ナイスボール、変化球で三振です、ワンアウト。今のも分かりますかね。え、やはり出所が分からない。なるほど、分からない。もういいよ、もういいよ、お腹いっぱいだよ。皆さんも多分言えるようになったと思いますね。みんな一緒にね、はい、ストライク取った時に、空振り取った時に言いたいですけれども、さあバッター3番サード平尾選手です。こちらバッターなんですけどね、うん、やっぱ出所をしっかり注目して。次回打った。さあショート後方のフライになります。ショートが声をかけて取ります。初球打ちましたがショートフライです。いいピッチングですね。いいですね、うん、なぜいいピッチングなのか分かりますか。吉村慎之介。分からないですね。どういうところがあるんですか。やはり出所ですよ。これ振らなきゃいけない、これ、はい、そうなの。やっぱバッターも一緒です。振らなきゃいけないんですよ。ああ、まあそういうことですよね、はい、難しいですよね。さあ、2アウトランナーなしとなってバッターは4番吉村選手です。左がね、こう続くところでの起用となりましたけども、いいですね、山本投手。基本的に流す方向の、構えでいいんですけども、うん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 、打とうとするんではないんですね。あ、近くで捉えたら向こうに飛んだという形の方が理想的です。あ、なるほど、結果そっちの方がいいねっていう。でも、あ、そうですね、これやっぱ手短いですかね。あ、そっちの方が今気づいたの、お前手短いよ。やっぱりちょっと待ってください、ちょっと引っ張ってもらっていいですか。今じゃないんだよ。やっぱ俺手短かったのが。山本投手の心の声ですね、はい、今は短いなら短いなりに、よし、頑張るか。頑張るかやで、鼻くいいじゃないの、ね、よ、はい、さあ、2アウト。おっと、ちょっと、合わなかったんですかね。さあ、3ボールとなります。まあ、4番なのでね、甘い球っていうよりは、いいとは思うんですけれども。まあ、ここフォアボールでもいいぐらいの感じで、うんうん、甘くならないように。どん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 ね、いってほしいですね。変化球抜けてしまってフォアボールです。そうですね、ちょっと、うん、ここ、2球はちょっと抜けてますね。そうですね。5番レフト斉藤祐介、背番号0。
ここでズルズルいくことがちょっとあれなんですけども、そうですね、ここでもパッと切れるのが一番理想ですよね、うん、バッターは5番レフト選手です。これやっぱり特技のね、うんうん、出どころというところを自分に自信を持ってですね、はい、そうですね、俺の出どころ見えないだろうというのを強気に持ってですね、出どころの山本選手ですからね、はい、そうですね出所ですね、出どころと書いて出所、まあそうですね、はい違う意味にもなりうる、まあ、ちょっとねランナーを背負った形ます。あーナイス、おーいいですね、いい高さですね。やっぱちょっと初見じゃ手出しづらいんですかね。まあバッターボックスに入ってら分かると思うんですけども、はい、やはり、うん、難しいですよねこういうピッチャーがね。そうですね、あんまり見ないですからね。さあ2球目は高めに外れてボールです。だからどこに打とうとかいう、意識ではなく、なるほど、近くに引きつけて、しっかりミートするという、はいはい、自分のところに来いと、うんうんうん、来たらふっ、これで、いい方向に打てると思いますけども、ふっていうたね。そうですね、バッター5番斉藤選手、ここでいけるか、おっとナイスバッティングでセンターに抜けていきます。今のがあれですね、引きつけてっていう呼び込んだだけですか。そうですね、引きつけた、強く叩いた結果、センター返しになって、なるほど、うん、そういう打ち方をしないと崩されちゃうので、はい、先ほどのワンアウトツーアウトのように、はい、ファールになったりとか、うんうん、ポップフライになったりというところが、はい、今の現状でございます。なるほど、気持ち的にはですね、うん、やっぱり、出どころは、うん、手が短いところは、うん、思わずにですね、いや別に思ってないと思いますけどね。あ、そうですか。いろいろありますからね。アウトコース外れてボールです。今のようなはっきりしたボールはですね、うん、あんまり投げ、多くならない方が、はい、バッターはね、はっきり分かっちゃうんで、そうですね、絞られちゃうんですよね、うんうんうん、はい、逆に言うとバッターはですね、斉、ね、はい、藤選手もその辺の駆け引き、うん、押し引き、はい、押し引き、はい、なるほど、駆け引きをとインコースナイスボール、ね、やっぱちょっとはっきりされると、うんうんうん、次絞られちゃうんですよね、ちょっとね、次いいまっすぐを投げたとしてもバッターはもうそれを絞って打ってますから、はい、それを宇宙間にスコパウチポイシャーって運んでいくかもしれないですねどんな打ち方したらそんなことで、すごいな、はい、さあツーアウトランナー1、2塁のチャンスです。まっすぐを打ち上げて、これはどうだ、取れるか、ガーと打ちました、ファールボールです。惜しかったね、いや今のところもね、うん、守備的には取ってほしいところなんですけどもね、ちょっとね、球というところで難しいだけではありますね、はい、なるほど、でもこう打たせながらファールで取ってリズムを、まあ、作ってね、ここで切り上げたいところですけれども、バッターは6番の森田選手です。これね、ちょっとバッティングカウントでもあるんでね、勝負どころですね、ここは、おっと惜しい、さあセンター前に抜けてランナーはストップです。ナイスボール、いい球が返ってきましたね、いい球でしたね。さあセンターの平岡選手の返球でした。やはりはっきり前に抜けてのチャンスになってしまいました。先ほども言ったようにボールとストライクがはっきり分かるような、投球になってしまうと、今のように、しっかり捉えられてしまう。いやーよー、左対左ね、全然苦にせず打っている印象なのでね、ナイスバッティングですね。徳島の選手もここでズルズルいかないように、ここでね、なんとかね、切って切って切っていきたいと思いますね、うんうん、なるほど、ここでバッターは7番キャッチャールイチ選手です。さあ2アウト満塁となっているところですけれども、うん、さあ初球です。ストレートを打ってセカンドの横抜ける、さあ2塁ランナー回ったホーム、クロスプレーはどうなる、間に合わない、2点タイムリーヒットになります。ナイスパッティー、フルイチタケル、すごいですね、もうしっかり捉えますね、ナイスバッティングでした。2点タイムリーヒットとなって5対1、いいですね、さらにリードを広げます。8番ショート古川はやて、このアナウンスでですね、いいバッティングをするとですね、うん、ナイスバッティング、名前をね、言ってくれるというね、はい、
パフォーマンスがあるんですけども、そうですね、僕らもですね、はい、いいボケをしたら名前呼んでほしいですね、うん、なんていうのね、ナイスボケ中村屋みたいな感じになっちゃう、ナイスボケ大丈夫なの、キュンカレーちょっとね、ぜひコメントください、照れる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 、一回ずつ反応すんのさあ、ツーアウトランナー1、3塁の場面でバッターは8番古川選手です。さあランナー走って、どうだ、おっとアウト、あ、何かありましたか今、ですね、スライディングの前に何かありましたよね、ちょっと、送球がそれたので、はい、走路の方に行っちゃってランナーもびっくりしちゃって、ぶつかっちゃいました、出てきていますね今回は、はい、そうなんですね、コロナミン C 球場ですけど、さあ今ねベンチの様子も映ってますけれども、はい、あ、藤江コーチですかね、一回ここでもうちょっとね流れもいいところで切れたので、うん、これね攻撃に向けて切り替えていきたいところですけれどもね、これですねやっぱり、はい、あの試合、うんうん、この展開で、はい、今から4回の表の攻撃になるんですけども、はい、やはりですね、うん、先頭打者、はい、ノーアウトから、うんうん、攻撃できるか、それがですねこの4点差確かに詰める鍵、一気に4点取らなくていいんですよ1点ずつなんですよまあそうですね、まだまだ回も浅いのでね、はい、1点をまずどう取るかですよね、1点をどう取るか、どういう形で取るかが、うん、確かにチームのリズムになってくる、いやーこれね、まあ選手たちももちろん分かってると思うんですけども、これねまずは1点取りたいところですけど、はい、さあ次、この回の先頭は4番の大橋選手からですから、はい、期待したいですね、インディゴソックス選手の交代を発表します、あ、ピッチャーが、はい、ピッチャー白川に代わりまして、マニワーシュート、ピッチャーはマニワ背番号66、さあピッチャーが変わりましてマニワ選手になります、20歳の選手で若いね、あ、2段モーションの3クォーターという形ですね、成績はどうですか、成績をですね、今ちょっとごめんなさいね、今調べてるところですけど、成績を大丈夫ですか成績見たいんですけど、ね、お願いしますね、ちょっとごめんなさいね、はい、ちょっとお待ちください、やっぱり攻撃は、うん、先頭からとおっしゃいます、僕は言ったんですけども、はい、うん、そのリズムをこのピッチャーが変わった、うん、ところで、はい、積極的に振りに行けるかってところですね、なるほど、はい、まあね、なんとか期待したいところですけども、まあ、ピッチャーも変わったというところでお互いね攻めたい守りたいというところですけれども、選手ちょっとごめんなさいね、さあ4回の表堺白 X の攻撃は4番のセカンド大橋選手から始まります、さあ変わった間庭投手1球目アウトコース、ファースト落としますがしっかりと取ってワンアウトです、積極性は良かったんですけどもね、初球打ちですけどもね、いいですね、5番ファースト佐藤翔吾背番号38、コメントで電波良くなってるということで、はい、すごい順調な感じですね、ありがとうございます、はい、サイダーさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、さあピッチャーは、この回からマウンドに上がりました間庭投手です、はい、あ、いいですね、こうバッターのけぞらせるような軌道の変化球、バッターは5番ファースト佐藤選手です、アドコースボール、いや、いい球でしたね、これも決まってストライク、いいですね、テンポが良くて、アウトコース振らせてツーアウトです、
今の高さ良かったですね。そうですね、あの大きな変化球、こちらをですね、どこまでこう使えるかというところが、攻略の鍵だと思いますけども、やはりね、まっすぐも、走ってますし、はい、あの大きな変化球、こちらをですね、左バッター、右バッター、どちらもですね、どこまでこう引きつけられるかっていうのが、はい、なるほど。さあ、これは打ってセカンド、うまいところ、握り替えが間に合わずセーフです。これ内野安打ですね。はい、ナイスバッティングです。ツーアウトからですけども、しっかりランナーが出たので、ここはね、なんとかつないで、先ほどもね、ツーアウトから徳島はチャンスを作ったというところだったんで、はい、はい、こちらも高井のチームもですね、続けていきたいというところです。7番レフト杉森慎太郎、背番号33、7番杉森選手です。積極的もいいんですけども、はい、やっぱりあっさり終わってほしくないですね。変化球決まってワンストライク、これ、ね、しっかりと食らいつくという感じでいってほしいですね。僕は今の変化球を待っててもいいかなと思うんですけどもね。逆にこう入ってくるところを叩くという、はい、確かに2球目、そうですね、アウトコース、今みたいなところは、あのはっきりとボールになるというのが、分かる感じなので、まっすぐは捨ててですね、なるほど、あの内から真ん中に入ってくるところ、それをもう一本背負いで、はい、一本背負いで、一本背負いで、あのスポーツ違うけど、はい、振っていただけたらなと。なるほど、バットをね、思いっきりって感じで、アウトコース、ナイスボール。今のところもね、もう2ストライクまでは大丈夫ですね。はい、はい、もう2ストライク、もういいと、はい、もう2ストライクを組まれたので、いいですね、またどちらも対応していかなきゃいけないんですけども、なるほど、6、4の確率で変化球を待っていただいて、それをパチコーンと、パチコーンと、はい、急に可愛らしい音で。これそうですね、今はっきりもう分かるというところが、はい、ナイスボール。あ、ほらバッターもちょっとにやけ顔、にやけ顔、はい、今ちょっとね、あ攻略できたぞと、みたいな、いや攻略できたぞ、あこれ確信の意味なんですか、見てみろ次の俺の打席を見てみろと、あなるほど、言った赤い手袋、赤い手袋を言うな、はい攻略できます。どういうこと、ほら笑ってます、ほら笑ってる、あ、はい、そうね、これはもう確信した、俺を見ろと、俺を見ろと、おい世の中、世の中まで俺のこの打席を見ろと、なるほど、はい、もうこれ打っちゃうよってことですね、はい、これ打っちゃうよと、ツーアウトフルカウントの場面、その赤い手袋来た、アウト、はい、素晴らしいですね、素晴らしい、どっちがどっちが素晴らしい、いいピッチングということですね、はい、庭投手ナイスピッチング、はい、不敵な笑み笑わせ上手ですね、はい、さあここはちょっとまあゼロになってしまいましたけれどもね、今の変化球をね、パチコンと言ってほしかったんですけども、いやナイスボールでしたね、はい、こう組み立ても上手にやって、そうですね、うまくいきましたからね、ナイスピッチングですね、ナイスボールでした、マニア投手、マニア投手。さあ4回の裏になります、ピッチャーは山本投手のままですね、出どころの山本選手ですね、出どころの山本投手ですね、はい、いや、いいですね、先ほどのですね、まあ、吉田投手2回まで投げまして、はい、三振が1つ、はい、まあ、3失点というところで、そうですね、なっちゃったんですけれどもね、まあ、やっぱりその日の調子はやっぱりあるんだと思うんですけどもね、前あの開幕戦の時はやっぱりストレートがめちゃめちゃ走ってた印象だったんでね、はい、今日ですね、試合だったんでね、まあ、でも今日はね、多分投手リレーをしていくんじゃないかなと思うんですけども、ね、はい、まあ、先ほどの回もそうですけど、はっきりしないようにしてほしいですね、うんうん、なるほど、はい、性格はいいんですよ、はっきりした性格は投球はですね、はっきりしたらあんまり良くないというか、なるほど、ちょっとこうどっちかというとこう泳がせた方がみたいな、そうですね、あんたどっちだと優柔不断な方が、あ、なるほど、はい、迷わせた方が、そうですね、はい、いいですよね、だから優柔不断なピッチングを目指してですね、なるほど、今後も駆け上がってあのシンデレラになってほしいですね、シンデレラ、はい、階段を駆け上ってシンデレラボーイってことですね、そうですね、シンデレラそのものってこと、はい、キンプリです、キンプリ、アウトコース決まってない、いいですね、今の初球を見ていただいたら分かるようにですね、はい、はい、ストライクです、いやそれだって言ったんだもん、はい、審判が腕を上げたんだもん、そうですね、審判が腕を上げればストライクということですねこれね、ルール分からない方にも優しいというね、はい、いい解説でございます。バッター8番ショート古川選手です。ストライク、ナイスボール、今のは審判が手を挙げてるのでストライクですね、うん、だからいいね、分かってるのよ、はい、これね、審判がボールといえばボールですか、ボールですよ、はい、そのままボールですよ、そうなんですね、それはそうですよ、覆ることはないですよ、
あー、ナイスボール、いいところ決まりました。手あげないですね。手あげないよ、ボールなの。あ、ボールだからあげないんですか、それともあげないからボールなんですか。鶏が先か卵が先か。それ言っちゃうとね、ちょっと切りないんですけども。あ、そうですね、うん、一回ボールの気分だったんじゃないですか。なるほど、いいですね、まっすぐ打ってファールで。審判もやっぱり、はい、気分で仕事をしてる。そういうことではないですね。あんまよろしくないですよね。よろしくないですか。よろしくないですよ、うん、さあさあさあ、ここね3人で切り上げたいところです。ピッチャーは山本投手です。さあ、2ストライク、ワンボール。このはっきりと、うん、低めの、今の球ですね、はい、今の球を投げることによってバッターちょっと安心しちゃうんですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ、際どい方がやっぱりこう、そうですね、実家のソファに座った気分になっちゃうんです。安心しちゃうんです。動けなくなるやつだ。そうなんですよね。ああ、ダメだ。さあ、これはセンターよりショートがさばいてツアート、はい、ナイスプレーです。難しいですよね、今のワンアウトですね。動きながらのプレー、ああ、すいません、ワンアウトですね、はい。ショート大賀選手ナイスプレーです。しっかり捉えたんですけどもね、ちょっと転がったところが、はい、正面すぎたというか悪かったですね、まあ、いいところに転がって、ね、はい、バッターとしてはですね、今のような球を、うん、しっかり捉えれるかというところですね、うんうん、さあピッチャーははっきりさせない。バッターは村川選手です、はい、先ほどはね、あのライトオーバーのスリーベース打った、ね、はい、優柔不断なピッチング、こちらをね、目指していただきたい。確かに、はい、今ね、ちゃんと戸惑わしてますね。そうですね、うん、的を絞らせないっていう部分はね、はい、そこは本当に大事になってくるんじゃないですかね。さあ、優柔不断の山本選手です。それは正確ですね。あ、そっか、そういうわけではない。そういうわけではないですね。球がね、あ、来た、セーフティーはファール。あれ、んセーフティーですか。ミキティーみたいにね、見てないね。そういう感じじゃない。違う違う、俺は別に。いや、でもちょっとね、意表を突かれた、ね、僕も意表を突かれた感じでね、やっぱいいバントしましたね、今。意表ってやっぱつくもんですよね。そうですね、つかない意表は意表じゃないですよ、ね、改めて言われたらなんかちょっと恥ずかしいけど、恥ずかしいですね、うん、あ、見てください、グリップ今、あ、焦げてますね。焦げたんじゃないのよ。そういうやつな、松ヤニで、ね、あ、松ヤニなんですね。さあ、アウトコース打ってファールです。でここでね、ファールで逃げてね、こう自分の待つ球を捉えるというところもね、上手だなと思いますけど、まあでも改めて見るとですね、やっぱり緑っていいですね、芝の、千葉の会、はい、シュライクスちゃうんかい、はい、芝の緑すごくいいですね。ちょっとね、こう綺麗な、はい、さすがの球場でございますけれども、目の保養です。目の保養、あっと、変化球うまく、球場の名前を目の保養球場と変えてほしいぐらいですね。目の保養球場にしては少ないんじゃない、はい、緑。あ、そうですか、うん、あ、どの球場もやっぱ緑ですか。もうちょっと欲しいじゃない。芝って緑ですか。芝は緑ですね。ああ、なんで知らんの。そうなんですね。どこで野球やってきたん、ずっと。へえ、土のグラウンドしか知らん。水のグランドです。水のグランドはもうグランドじゃないね。水のフィールドですよ。ないよ、そんなの。ポケモンスタジアム。ポケモンスタジアムじゃないです。あ、今のは多分いいですね。インコースのこう高めの釣り球。そうですね。今のははっきりしたボールではなく、しっかり投げ切ったボールなので。ね、バッターもこうヒヤッとする場面でしたけど。はい、次はですね、アウトコースに逃げる球。うん、こちらでですね、しっかりと、あの、振らせない、振らせない、振らせない。この3原則。いや、でも原則どころじゃないね。1でいいよ。さあ、ファールで逃げます。今みたいなのはなんでああいうファウルになったか分かりますか。やっぱり変化球を待っていたからっていう部分ですかね。いや、出どころですね。出どころなんだ。やっぱ出どころが分からないから怖い、怖いと振り遅れる、振り遅れると今みたいなファウルになる。ほら、ポンポコピーのポンポコなのみたいな言い出して、はい、長久名のイカリアですね。イカリアじゃない、長介なんだ。あ、長介なんだ、うん、あれ別にイカリアさんから持ってきたわけじゃない、ね、あ、そうなんですね、うん、さあ、2ストライク、ここね、落ち取りたいところへ、ナイスボール、いい高さ決まって見逃し三振。あの、村川選手はですね、今コメントにあるように 50m 5.6、 早いですね。うわ、光の速さですね。だからさっきスリーベース打った時に、あ、笑いながらしてたんですね。いや、違う、そんなそんな余裕あったんだ。いや、でも4つ回ってこないのみたいな感じでベンチがね、打ってたのもやっぱりうなずけますよね。そうですね、の感じだともしかしたら間に合ってたかもしれないというところで、快速を飛ばして、そうですね、ベースランニングもうまかったですね。いや、そうですね、はい、早かったですから。5秒6は早いな。そうですね、いいな、俺より早いな。そりゃそうですね。ね、アウトコース、ナイスボール。今のところなんですよ。今投げ切れてるでしょ。素晴らしい球でしたよ、うん、気持ちいいね。はい、気持ちいいんですよ、本当に。実家のソファに座った気分ですよ。めちゃめちゃ動かないやつじゃん。
さっきと状況は違うけどやっぱり実家のソファー。そうですね、もう見てる人はね、分かると思うんですけど、うん、今の球を投げちゃダメなんです、ね、そうですね、安心させてしまいますからね。どういう気分になるんですか。やっぱね、実家のソファーに座った気分になりますね、はい、そうですね。そうするとどれも一緒じゃん。あとインコースのストレートを打って、リラックスしてレフトヒットが打てると。レフトに抜けてヒットとなります。毎回あの抜けた球の次の球を打たれてるんですよ。確かにそうですね。なんでか分かりますか。実家のソファーに座ったからですね。そうなんですよ、しっかり振れるんですよ。背番号は実家のソファー打法。そうです。どういう打法なの。さっきのですね、はい、三塁のあれは三塁コーチャー、止めた三塁コーチャーが悪いよというね、うん、コメントも、やっぱり、ね、回してほしかったみたいな場面ですかね。やっぱクロスファイヤーを見たかったですね。いやナイスボールでした。バックホームしていただいて、はい、クロスプレーね。インディコトックスは5秒台が5人もいます。じゃあ5スターズですね。はい、5スターストーリーズですね。5スターストーリーズ、はい、どういうこと。アニメですね。アニメかい。はい、走った、逃げましたが痛い痛いボールになってしまいました。ツーアウトランナー1、2塁になります。はい、ここでツーアウトでですね、ちょっとまあ、ね、ボールが続くんですけども、力んじゃったんですかね今のは。はい、伊藤選手も 5.8 秒。早い、すごいですね。9番1番すごいな。やっぱ足が速いとですね、攻撃の幅が広がりますよね。なるほど、やっぱ全然違いますよね、守備のプレッシャーも違えば。プラスですね、やっぱりね、足が速い、プラスですね、やっぱ走塁、野球の場が走塁というね、こちら盗塁にしてもそうですし、ベースランニングしてもそうですし、あと打球判断、こちらが養っていればですね、やっぱり攻撃の幅が広がる。確かに、さすがのノーヒットでも点が取れるというところがありますからね。それ野球の面白さですよね。こういったね、選手の情報をコメントとしていただけるとですね、私たちもすごく喜んでですね、実家のソファにいる。いや、これから食べてもらって喜んでる、ね、嬉しいって嬉しいってことですね。さあ、インコース、こちらセカンドサバイク、ピッチャー取ってました。ピッチャー取ってない感じで取りましたね、今。そうですね、今取ってない感じで取る。持ってたんじゃないですか。あ、昔持ててた。いや、違う、持ててたって聞いてました。もう、もともとボール持ってたんじゃないかなみたいな。なるほどですね。これが独立リーグのあれですか、ルールですか。いや、ないですよ。ないです。持っててもいいんですか。そんなルールないですけども、まあちょっとね、ちょっとふざけちゃいました。昔メジャーリーグであれですよ、キャッチャーがですね、わざとリンゴを持ってですね、三塁にいるときに三塁に牽制をしたんですって。あ、はい、でリンゴをわざとオーバーに投げて冒頭で、それを見たランナーがボードと思って走ってきて、実はキャッチャーがボールを持ってタッチアウトっていうね、新プレーがあったみたいな。マジで。さすがにそれは認められずに、はい、ボークになった。ボークというか、ボークでピッチャーじゃないんで、キャッチャーなんで、キャッチャー牽制として投げたんで、っていうね、珍プレーがあったみたいな歴史のね、メジャーリーグは長いですからね、歴史が。メジャーも精通してるということで ね、 だからルールで、リンゴを投げちゃダメだよっていうルールがなった、はい、いや、そこそんな限定的になったの。そうですね。あ、そうか、ありましたね、そういうの、ね、あ、でも面白いですね、それも。さあ、守備の交代がありましたね。これで、ね、でも徳島の盗塁数はですね、アイランドリーグで3位、もっといると。3位、4チーム中3位。ってことは4分の3。まあ、そうね、四国分の3ですから、はい、やっぱレベルが高いと言いますかね。そうですね、やっぱ足の速さと、この野球の走塁は違うというところが、ね、物語なんじゃないですかね。物語ですね、はい、5スターストーリーズですね。物語ってるんじゃないですか。物語ってますかね、はい。さあ、ですね、徳島のサードの選手が変わりましたかね。上原選手になりましたね。さあ、ピッピッチャーは白川投手、失礼しました、マニア投手のままで、はい、バッターは、バッターは8番キャッチャー藤田選手です。あ、そうですね、藤田選手ね、青空という、ね、名前なんですけども、今日は、ね、あいにくの、ね、曇り空ですからね。ぜひ、ね、この打球を雲に突き刺してですね。あ、なるほど、はい、うん、油汚れにみたいな感じで、パーンと、はい、上位落としたみたいな、上位落としたみたいな、なるほどね、はい、打球を突き刺していただいて、あれ気持ちいいよね。そうですね、ピンってお皿の上の ねあの感じのように、この曇り空を打ち上げて、はい、自分の名前のごとく、なるほど、はい、青空にしていただけたらなと思います。まあ、名前は空選手なんですけど、ね、はい。
さあインコース、ファールボールです。天に向かって打つというのはですね、はい、別に悪いことじゃないんですよ。あ、なるほど、はい、しっかり下にねバットを潜ってですね、うんうんうん、ボールを潜り込ませて、はいはい、打球を上げるというのがね、はい、最近のね、うん、トレンドですね。トレンドなんだ、はい、そこまでいっちゃう。昔はですね、あの上から叩け、上から芝けみたいなのが、はいはい、今はですね、天に向かって打つ、ね、フライボール革命なんても言ってますからね、はい、まあ、すごいボール、フライボーイですね。フライボーイですね、はい、懐かしいですね。やはりここでですね、あのスライダー、このね、フルカウントであのスライダー投げ切れるかどうかですね。そうですね、多分投げ切るんじゃないですかね。どの球で行くのかというところで、変化球、はい、見逃してボール、よく見ました。ここはですね、ノーアウトでランナーが出る、来ましたね、はい、このチャンスをどう生かすかによってですね、うん、社会、社会、はい、どういう社会の話、社会、なんで止めたの、ほんとなんでそこで止める、背番号99、聞きたかったな、社会の話、ね、ね、うん、社会スライクスというそうか、はい、魔の手に引きずり込まれそうになりました。危なかった今、はい、社会スライクスっていうね、むずいな、はい、任せないね。あ、はい、黒倉さん、1位は村川選手、あ、盗塁数の1位は村川選手なんですね。ただ全体の盗塁数がアイランドリーグで3位というね、なるほど、皆さんのコメントでですね、あの僕の知識がね増えて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ですね、トニーザ20さんもですね、はい、違いますね、トゥエルブさんですね、トゥエルブさん、はい、はい、あとプログラさんですね、ありがとうございます。皆さん、あとインコース打ってファール、いいですね、強い打球で、このね、いきますね、このね、ノーアウト一塁の、うん、このね、あの、うん、チャンスをですね、うん、ぜひね、あのね、うん、本当に生かしていただいてね、うん、あの追いついていただきたいんですよ、ね、いやー、ここでね、1点取るだけで全然違いますからね、はい、ノーアウトのランナーなんで、そうなんですね、ここでやっちゃいけないのが、やっぱり当てにいったセカンドゴロ、ショートゴロ、これでゲッツー、これがダメですね、確かに、もう振り切って、そうですね、思いっきり、ああ、よく見ましたね、いい高さです。俺今みたいな球を続けるぐらいでいいですもんね、僕はね、なる方が、僕はもうね、低めは捨てていいと思います。あ、逆に、はい、低めは変化球もストレートもボールになるんで、うん、あ、これ高め、どうだ、ファールか、ファールだ、あ、めちゃめちゃ打球早かったですね。 お父さんが端っこで一人で完成してますね。ボールボーイですかね、はい、ファールボールボーイですね、ファールボールボーイ、ファールボーイ、いや、いい打球打ちましたね。やっぱその言った通りですね、高さをちゃんと狙って打ってると思うんですけど、はい、私立応援団わらじと掴んだ、はい、わらじととんかつ団長さん、はい、団長さん、徳島に行けなかった社畜の俺は、うん、社会つらいくす、はい、僕のやつをフォローしてしっかり笑いに変えてる、いや、ありがとうございます。これがチームプレーですね、チームプレーだ、はい、これね、はい、皆さんと一緒でっていうこと、やっぱ野球に通ずることがありますよね。いや、本当はね、社会つらいくす僕もね、面白い、僕も噛んでね、いいですね、噛んでよかったね、はい、うん、こうやってね、救われて、噛んでよかった、あ、変化球、うん、さあ、これ、お、面白いところで転がって、ピッチャーが取って、投げて、ダーッと、送球がそれてしまって、ノーアウトランナー1、2塁、シュライクス、チャンスです。あまりね、あの足が速い方ではなかったんですけども、ね、いやでもよく走りましたね、はい、今のね、セカンドランナーも狙っても良かったんじゃないかなっていう、はい、そうですね、今のところはね、まあちょっとね、打球判断と逆方向が難しいですけどもね、次の塁を狙う走塁をいやしていかなきゃいけないんですけども、うん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 、ちょっとね、見てしまいましたね。あ、そうですね、はい、まあでも大事な、確かにノーアウトの場面なんでね、いや、ここはね、詰めちゃっていい、そうなんですけども、なるほど、やっぱりね、守りに入っていくと、あ、なるほど、はい、やっぱり消極的だとまたちょっと、そうですね、なるほど、ワイユニパニックもそうでしょ、なかなか出てこなかったらイライラするでしょ、確かに、もっといっぱい出てこなきゃ叩けないんだから、確かに、確かに、叩くゲームですからね。あ、そうですね、ワニマニパニック叩くゲームでしょ、叩くゲーム、なのに出てこない時があるじゃないですか、腹が立ちますよね、本当は点取りたいのにね、そうなんです、だからもっと積極的にポン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 来ないと、出てきてくれた方がいいよね。ちょっとね、個人的な感情が熱くなってしまいましたけど、いや、あ、ナイスバント、一番大賀選手のバントは決まりまして、ワンアウトランナー2、3塁になります。これはチャンスです。ここですね、うん、ここの場面でどういった攻撃を見せてくれるか、いやー、そうですね、はい、2番、センター、平岡、来ました、来ました、
さあチャンスでここで2番の平岡選手、3番樋口選手とね、今日1本ずつ打ってる選手に回ってくるって、これはチャンスですよ。まあ先ほどもね、私がキーマンに挙げた樋口選手、樋口選手の結果によってはということで、言ったんですけども、どうつなげるか、はい、どうつなげるかということで、そして回ってきたらどういう風に点を取るか、なるほど、皆さんぜひ注目していきたいね。逆に言うと徳島ですね、どうできるか、なるほど、元気になってきた。変化球からあります。審判も手を挙げましたね。ストライクですよ。あ、そこだけは分かんないの。そうなんですね。球結構詳しいのに。そうですね。判定だけは分からないんだね。変化球ボール。あー、よく見ました。まあいいところに投げ切ってるんですけどもね。僕は先ほども申し上げた通りですね。低めはもう捨てていいと思います。なるほど。はい、高めの。まあ今はもう捨てていい。そうですね。捨てていいと思います。なるほど。ツーストライクまでは。はい。ところは。積極的に、まっすぐ、高い、高い、まっすぐ、うわー、これがレフト前に抜けます。僕の言った通りですよ、僕の言った通り、いやすごい、僕の言った通りなんですよ。いやナイスバッティング、平岡選手、ちょっと一回褒めてもらえませんか。一回褒めてもらえませんか。ナイスバッティングです。一回褒めてもらえないですか。1点返して5対2。ありがとうございます。褒めてないね。もう褒めたっけ今。無意識に褒めてたから。いやマジでナイスバッティングでしたね、はい、こう高めをねしっかりと叩きつけてね、やっぱねそういうところなんですよ、体有感抜けて、いや本当言った通りじゃん、はい、低めを捨てて高めのところは積極的にやや気味でもしっかりと叩くと、まあ、すごいな、いや別に嬉しくないですね、なんで褒めてるんだろう、まあ、褒めたら褒めたで違うしな、うん、大変だな、褒めたら褒めたで違うしな、別にそんなラジオもねえじゃない、ね、褒めたら褒めたで違うしな。こんな解説嫌だ。いやどういうね。青森で一緒だけど。東京へ帰るだ。東京出身じゃねえか。シティボーイじゃねえか。俺の話ね。タワマンに住んで。いいじゃん。めっちゃ最高じゃん。夜景でシャンパン飲むだ。超タワマンじゃん。超タワマン満喫してんじゃん。最高ですね。さあということでここ本日のキーマン樋口選手。これがね、1、3塁なんですけどもね、どういう楽しみ方をしますか。これ、ポジショニング見ていただくと、うん、まあ、1点 OK のポジショニングになってるんで、そうですね、ここはね、ちょっと逃げることができないんですよね、ゲッツー体制、そうですね、完全なるゲッツー体制、うん、ただ見てください、僕のキーマン、はい、ヒグッちゃんですよ、ヒグッちゃんって呼んでる、もう近く、はい、距離近くなってる、はい、ヒグッちゃんがどんなバッティングを見せるか、はい、楽しみですか、はい、楽しみです、よかったです。はい、スレナバンダさん、インディゴソックスの YouTube チャンネル登録も、あ、これレフトへ合わせた打球うまい、レフト落ちる、タイムリーヒットになります。素晴らしい、樋口選手レフトへの、よう今届きましたね、やっぱりね、見てました、見てましたよ、うん、やっぱりね、樋口さん、はいはいはい、僕がキーマンに挙げた、そうですね、ヒットを打ってくる、いやー素晴らしい、あれですね、精通してるところ、ね、この二人、うん、やっぱね、近いものがあるんですか。はい、ありますね。あ、そうなんですか。はい、出身が一緒とか。いえ、同じ位置に鼻があります。みんなそうやろ。なんで樋口さんだけそんな火刻んだよ。まあまあいいところです。なんで大橋さんだって鼻一緒。ちょっと違いますね。ちょっと違う、はい、まあまあね、個性みたいなのあるけど。そうですね、たまたま一緒だったんだ。たまたま一緒の位置、樋口さんとね、はい、いい黄金比ですね。黄金比、あ、はい、そのね、比率が合ってたんだ、はい、いいな。ですね、皆様ね、はい、インディゴソックスの、チャンネルもありますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、いろんなね、情報も載ってますし、はい、今ですね、独立リーグもそうですし、うん、アイランドリーグもそうですけども、はい、YouTube の方でしっかり力を入れてね、はい、ぜひ登録もね、こちらも頑張ってますので、はい、皆さんもね、楽しんでいただけたらなと。なんと、はい、食べましたね、今。おー、トボール、ナイス。大橋選手もですね、はい、バッティングが素晴らしい、ね、光るものを、戦ではもう大活躍ですよね、はい、打って守って光らせていただきたいなと。あ、なるほど、はい、輝く、やっぱ光るものは光らないと。小肌もなんぼだからね、小肌も味もそうでしょ、確かに光り物は、はい、さあセンターの後ろ、僕はこれを、あ、タッチアップでいいと思います、タッチアップで、皆さん見てください、いきますか、いきました、よし、セカンドランナー走る、走る、間に合うか、間に合う、あ、間に合う、セーフ、まあ、センターの犠牲フライトになります。はい、やっぱりですね、ももを上げることによってね、足は前に出るんですね。その構造的な話、はい、体の構造的な話をしてますね。なるほどね。さあセンターへの犠牲フライトになって、ツーアウトランナー、ツーアウトランナー1、3塁です。ここでね、もう1点、もう1点、うん、この気持ちが大事なんですね。そうですね、はい、
あ、もうもっともっと欲しいところですからね、はい、このですね、まあ UA ですね、はい、こう、インディ・ジョーンズ精神ですか。あ、言いますともう探索もっともっと俺はもっと知りたい、もっと見たい、もう深いところまで深いところまで行きたいと行こうぜっていう、うん、インディ・ジョーンズ打線と言っても過言ではないですね。今回何はい、いや、直木打線です。あ、直木打線か、いや、よくさあ、バッター5番ファースト佐藤選手です。先ほどね、犠牲フライ第1打席先生の犠牲フライも打ってますんでね。そうなんですよ、フォアもやられたらやり返す、もっともっとの選手です。ああ、なるほど、はい、もっともっと打線、はい、もっともっと竹本打線ですね。ピアノのね、はい、点を取ってちょうだいって感じですよね。もっともっと点を取ってちょうだい。その通りです。まっすぐ高め打ってサードさばいてどうなる。あ、間に合いました。スリーアウトチェンジ。まあ、徳島はよくねこのゴロをねしっかりとさばきましたし、うん、やっぱ内野ゴロに打ち取るってところもいいピッチングだったと思います、うん、ナイス、はい、ナイスサードゴロでした、ね、落ち着いてました。さばきましたね、うん、僕もね、あのサードをね、あの守ってた時期がありましたので、ね、気持ちわかるんですけども、うん、やっぱりですね、あの場面でこう、バウンドが取って、はい、落ち着くってところがまず大事なんですね。いや、よく、はい、あそこで焦るとですね、うん、ちょっとのファンブルでもやっぱサードはね、エラーになってしまうので、そうですよね、はい、落ち着いてしっかり投げる、ちゃんとね、はい、落ち着いてさばきました。基礎基本プレーですね。それね、やっぱ変わった上原選手ですから。あやどうもどうも。さあ、ということで解説席には、酒井シライクスオーナーの松本翔太郎さんです。よろしくお願いします。すいません、前半ちょっとトラブルがそうです。まあ、とパタパタして申し訳ないです。いろいろありましてすいませんでした。なんとかして、ありがとうございます。順調な感じでお二人のおかげでなんとか持ちました。いやいや、とんでもないです。さあ、ちょっとね、どうですか、ここまで、うん、ここまで、あの試合ほぼ見てないそうですね、そうなんですよ。ピッチャー変わりましたね。いろいろトラブルありますね。いやいやいや、なんとか。ちょっと僕が来たってことはここから方をちょいちょい投入していきます、ね。なるほど、はい、本当はね、序盤で入れる予定だったんですけど、ね、ちょっとね、ちょっとバタバタしてまして、はい、ようやく落ち着いて、はい、よかったですよ、よかったです。この5回裏終わったあたりからですかね、はい、何人かゲストを読んでいきます。 OK です、ありがとうございます。誰が来るのかな、変わりましたね、はい。でも今の回でですね、2点返しまして、リズムがね、これでやっぱね、ピッチャーも変わるし、1点取った後ということで、しっかり三者凡退0点で、そうですね、抑えて、はい、山本投手はね、まあ、1回、2点か、2点取られて、なんとか次の回を抑えたというところで、ここでピッチャーは、すごく当たり前のことを言うようですけどもね、はい、やっぱ点取ると、いや、そうね、はい、やっぱこういうぐらいのゲームで動きが、しんのすけ背番号。じゃあまたちょっとお二人にお任せしますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。ゲストは、ありがとうございます。で、今画面の左上に映ってるんですけど、はい、堺シライクスといえば毎年コラボということで、はい、バトルサデーとやってるんですよ。これね、すごいですよね。で、実はまだクラウドファンディング公開始まってないんですけど、はい、今日あの YouTube 見てくださってる方限定で先行公開しております。あ、ね、これなんだってなってたら QR コード取っていただければ、なので今年どんなことやるんだろうっていうのは、うん、ぜひこちらから確認してみてください。わー、はい、楽しみです。ありがとうございます。じゃあ、それなばなさんのお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか他のチームの解説もしてたみたいですけどねいや、すごい、なんか後に残る、はい、お願いします。後に残るなぁ。いや、僕たち、私はね、負けないのね、はい、はい、ということでここで5回の裏の、徳島の攻撃になります。バッターは4番ファースト吉村選手です。はい、うん、これね、うん、まあ、ピッチャーもね変わったというところで、三者凡退、点を取った後ですからね、大事になってくるところです。吉村選手は、まあ、ピッチャーゴロ、それからフォアボールという、まあ、今日の成績ですけれどもね、シュートごつくなってるっていうね、お、ね、コメントも来てますけども、やっぱ4番の感じ出てますよね。違いますね、関口選手の方、はい、あ、違うないですね、もっと前の、あ、その前か、うん、ああ、そっかそっか、
ツーボール、ワンストライク、高めに抜けちゃいまして、フォアボール。そうですね、ここのね、ボールね、ストレートのフォアボールではないんですけど、うん、やっぱりね、守備が守りづらくなるんですよね。あ、まあ、リズムっていうところはやっぱり出ちゃいますよね。さあ、徳島の方はですね、そう、先ほどね、点を取られてるので、うん、今ね、5対3ではないと思います。結構同点ぐらいの気分でですね、点をね、取っていかないと、貪欲にね、そう、いつでも追いつかれるというね、やっぱ追われる方が難しいですね。追うよりも追われる方が大変なんですよ、うん、マラソンもそうですもんね。そうですね、後ろにあえてつく人がいますからね。あとですね、やっぱね、うん、後ろの方が見えないのでね、気になっちゃう。取ったよりもガゼルですね、対戦、はい、うん、今日もガムね、ガムですね。ガムですね。あ、ガムですか、はい、あ、失礼しました。僕のミスでしょうか。あの、いいえ、誰でも。いやいや、AC。あれ、審判がじゃんけんをし始めました。違いますよ。あ、違います。グー出したわけじゃない。グー出したわけじゃない。誰とじゃんけんしてるんですか。セカンド累進と。そうです。いや、楽しんでんな。それぞれで楽しんでます。それぞれで。いいえ、誰でも。こだまでか。でも。さあ、ノーアウト。ランナー一塁。バッターは斉藤選手です。ここで動くんでしょうかね。あ、ここから、あっと、インコース張ってボールです。ちょっとね、逆球になっちゃいましたけど、そうですね、高さは良かったんじゃないですかね。今のようなところが、別にストライクでもボールでもなんですけども、はい、打たれてしまいますね。なるほど、はい、やっぱね、甘くならないですけど、が決まってストライク、いいですね。これね、ツーストライクになってるんでね。そうですね、もうここで決めたいですね。ランナーはね、こう動きやすいカウントですよ、はい、これエンドランでも仕掛けても面白いね。うんうんうん、ちょっと三遊間は広めに空いています。さあ、低め打って、セカンドは、あ、大丈夫か、お、あ、間に合いそうか、お、セカンドはアウト、セカンドゴロでランナーが進塁して、ワンアウトランナーなかった。まあ、接触する。すごい、すごい難しい。しっかり前に出て、はい、さばき切れてたので。なるほど。ナイスセカンドですね。うん。さすが大橋選手。はい。ナイスプレーです。さあ、ワンアウト、ランナー二塁になって、バッターは6番、森田選手です。若いな。19歳。そうですね。若いな。ゆうやさんですかね。ゆうやさん。あ、そうと書いてゆうやさんですね。ゆうやさんですかね。はい。はい。なるほど。はい。ちょっとね、遊びを聞かした方が。そうですね。まっすぐからの牽制。おっと、それでセンターの方に行きますが、ランナーは動かずです。まあでも、どんどん投げるっていうのはいいですよね。そうですね。やっぱ攻めるっていうところは。ただこれもね、うん、投げすぎるとあんま良くないんですよね。あ、全部が全部タイミングとかもありますので。ここぞとところでやっぱ行かないと。ここぞとところで、はい、ここぞってところで行くんですね。うん、ここはですね、告白しすぎるとちょっとうざがられますから、ね、いや、まあまあまあ確かにね、ここぞと告白するとそうね、タイミングがどうかなと思っても入って言っちゃうんですね。ああ、はい、なるほど、やっぱそういうもんなんですね。そうなんですね。さあ、まっすぐ打ってファールボール。ちょっと真ん中寄りでヒヤッとしました。ボール提供は夢タウン徳島。夢タウンですね。夢タウンさん、はい、私の地元にもありました、夢タウン。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ西の方の会社ってことですね。夢タウンね、Me と書くんです。あなたと私の街が広がる夢タウン。へえ。何の会社なんですか。スーパーです。あ、あと、サード、あ、サード、おー、よく取りました。サードがさばいて、ツアート。ナイスプレー。今難しいバンドでしたね。まあでもね、あそこはね、体を入れてですね、ちゃんとね、しっかりグローブ良かったですね。古市武、背番号23。さあ、ツーアウトランナー二塁となって、7番古市選手です。まあ、先ほどタイムリーも打ってますし、2本打ってますからね。ここはちょっとまあ一塁空いてるとはいえ、ここで切りたいところではありますね。そうです、もう完全に勝負で大丈夫ですね。うん、はい、ね、いい守備のリズムもできて、ここはですね、僕はあえてですね、はい、力勝負、あ、ストレート
でいいと思いますね。なるほど、はい、そこがですね、やっぱ見てる方がね、うおっとうおっとなりますね。抽象的なんだよ、はい、急に抽象的なんだよな。やっぱバッターボックスに入ってるバッターの気持ちとしてはですね、はい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 、やっぱボールを打ちたいんですよ。なるほどね、はい、なのでボールをすごく見てると思います、うん、いやそれはそうでしょ、みんなそうなのよ、いかにボールを見るか。わあ、ナイスボール。今のもね、ボールを見ないとやっぱ打てないんですよ。打球の行方には十分ご注意。でもなんかやってる時さ、こうボール見て打った感覚ない時ない？でもですね、うん、それがゾーンに入るということですね。ああ、なるほど。要はもう間合いの勝負なんで。これ入ってたってこと？じゃあ、はい、ピッチャーとバッターボックス、この 18.44、 この 18.44 の間の勝負。なるほど、はい、まあそうですよね、本当 0.何秒の世界とかありますからね。体が勝手に動いた時が一番いい打球行きますからね。ああ、反応ですよね。そうですね、まっすぐ高めに外れてボール、2ボール1ストライクです。なるほど。まあここの多少のボールは気にせずに、うん、あのしっかりとまっすぐ勝負、ストレート勝負、男と男の、ね、殴り合い殴り合い、そうですね、この殴り合い投法、まあ、まあそれぐらいのね、はい、そうですね、殴り合い投法、はい、なるほど、関口投手の、そうですね。おー、牽制は、そうですね、ちょっと低くなっちゃいましたけどもね。さあ、スリーボール、ワンストライク。大丈夫です、気にせず。うん、ね、先ほどもね、申し上げた通りですね、うん、やっぱり一塁が空いてるので、そうですね、ここでね、細かくいこうとすると、はい、どうしても甘くなっちゃうので、逆にも、はい、大胆、うん、なるほど、はい、殴り合いですよ、本当に。ストレート、そうですね、右ストレートに今かかってますね。右ストレート、はい、ズバッといけるか、はい、右ピッチャーなんで。なるほど、どうでしょう、ストレート全然十分ですね。言ってることが聞こえてるんでしょうか、はい。いい球放ってます。そらく仮投げ切ってフォアボールとなりますが、そうですね、イヤモニを渡してよかったと思います。あ、渡してたんだ、はいはい。さあここで2アウトですが、1、2塁、まあ、ここ盛りやすくなってますので、うん、長打だけを警戒して、もうですかね、先ほども言ったように本当にまっすぐ勝負、はい、ストレート勝負でがっつりと、ね、フォアボールの後なので初球が大事になりますね、はい、さあ初球は打った、ツーアウトランナー満塁です。いいですね、今のも。そうですね、フォアボール。ここはね、僕はね、間を取ってもいいかなと思うんですけどもね、一回タイムで、はい、一回タイムでちょっとに、うん、時間を作ってね、そうですね、たわいもない話でいいんですけども、はい、ちょっと間を置いて、ピッチャーも ね、ここがちょっとね、焦ってると思いますので、まあちょっとね、ドキドキになっちゃって、ストライク欲しい欲しいじゃね、あんまり良くないんですよね、うん、さあここで噂の俊足バッター村川選手、はい、5.6 です。いいな、5秒6なんですよね、そんぐらいが良かったな。僕もね、うん、寿司、あ、はい、はい、6巻ぐらいだったら、はい、5.6 秒で食べれますね。何の話してお前の走ったな、はい、張り合いたいですね。お前の走る速さじゃなくて、はい、イカ6巻ぐらいなら5.6 秒で全部飲み込めるんじゃないですか。 50m 走り切る前に、前に僕はイカは、はい、あれ食べたみたいな、さっきまであったって言われたいですね。難しいね、はい、本当に絶妙なとこ、イカ六冠はね、はい、結構苦しいからね。イカの話してんな、言っちゃって選手がですか、うん、関口さん、それでもうその雑念を僕はあえて与えてるんですよね、うん、それで打ち返してなんぼ、なるほど、なんぼなんぼの、なんぼ、はい、ツアー、そうなんですね、しっかり殴り投法ですからね、殴り投法と、うん、おっと低め外れて、じゃあこいつとなってランナーが人類となります。1点を返します、はい、徳島6目が入ります。やっぱ選手じゃないのであまり大きな声で言えないんですけどもですね、はい、今のはですね、うん、惜しかったですね。まあまあまあね、やっぱ三塁にいるとですね、やっぱね、グローブで行く、ちょっとね、あそこはね、まあ、体を入れて欲しかった、逆球でもあったんですけど、そうです ですね、バッターボックスになると、はい、やっぱキャッチャーもなんとも難しいボールになっちゃうんでね、あれ、今、審判が、うん、ここ、なんかやりましたね、なんか、なんですかね、ここだよ、ここだよ、俺、ここだよ、俺、
俺の立ち位置だよ。あ、今このね、YouTube チャンネルを多分家族が見てるんでしょうね。なるほど、俺ここだよって教えてくださった、はい、審判、今日審判いるんだよって多分5歳の子供と3歳の娘があ、そうなんですね、お二人の、はい、パパ出るの今日。あ、いいね、伊藤勇樹。さあ、ここでタイムを取って藤田選手が三塁走者の方へ向かいます。さあ、フォアボールとなってまだ2アウト満塁のピンチと続きますけれども、バッターは1番センター伊藤選手です。伊藤選手も足が速いということでね。さあ、ここは何としても抑えて攻撃に移りたいところです。はい、うん、もうピッチャーとしてはもうバッター勝負投げ切るしかないですかね。もちろんね、うん、ここはバッター勝負なんですけども、はい、やはりですね、ちょっとね、うん、球がね、荒れてると言いますか、まあ、ちょっとね、しっかり握れてないというふうに僕は見たんですけども。なるほど、はい、ちょっとね、球離れが。そうですね、やっぱね、球離れ早いとね、うん、あまりいい球はいかないですもんね。あとは、これもインコースデッドボールとなってしまいます。どうでしょう、1打席目と同じ感じですけどもね、はい、まあ、これエルボーをつけてた。そうですね、ファインプレー。バッターですかね、2番やっぱりですね、うん、そういう昔の選手はですね、はい、背番号チャラチャラしたものをつけるなと言うんですけども、はい、今となっちゃう自分の身を守るのは自分だと。そうですよね、エルボーをつける、自己管理ですからね、自己管理ができている、うん、だからそこに当たったデッドボールは、はい、ファインプレーです。ファインプレーですから、はい、伊藤選手もファインプレー。そうですね、今日2個目の熱盛です。熱盛出た、はい、もう他番組のやつもらっちゃってる。そうですね、しっかりデッドボール当たった瞬間熱盛デッドボールなんだけどね、はい、さあ、これで2アウト満塁、もう1点を返された中で、こういうね、点のね、与え方はね、うん、ちょっとね、なかなかよろしくないんですよね、まあ、リズムがね、はい、ちょっと難しくなってくるところですけれども。さあ、まっすぐいいですね。さあ、レフト方向、これは落下地点に入って掴んでチェンジです、ね、はい、なんとか、まあ、2点で、まあ、抑えたというところ。7対3となって坂井シュライクスの攻撃へといきます。さあ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 、ここでね、まあ、ちょっとここからグラウンド整備が入りまして、はい、まあ、選手たちもちょっと水分を取りつつの長めの休憩となるところでございます。いいですかね、ここはね、なんとしてもまあね、取られたら取り返す打線ということでね、はい、行きたいですけれども、やられたらやり返す、やられたら取り返す。なるほど、やはりですね、その精神がね、半沢打線、半沢打線、いや、直木打線ですね。直木打線か、はい、ややこしいんだよな、直木打線って、直木打線にしていかないとね。直木打線めちゃめちゃ難しいな。あとですね、はい、インディ・ジョーンズですね。インディ・ジョーンズ、はい、もうどんどん、はい、インディ・ジョーンズ打線ですか、はい、探求心が大事ですね。皆さん、こんにちは。あ、グランドの方では本日はここ女性と男性が、女性と男性がマイクを持ってますね。ありがとうございます。何やら喋りかけてますね。スタジアム MC を務めております堀部孝子と申します。スタジアムのね、ウグイス嬢の方とスタジアム DJ のお二人ですね。あ、なるほど。スタジアムの高いファンの皆様、ありがとうございます。お疲れ様です。あっと、ここでそうです、スペシャルゲストに、よし、藤江コーチです。よろしくお願いします。お疲れ様です。あ、疲れました。まだ終わってない、まだ終わってない、まだ終わってない。ナイスピッチングでした。いや、ありがとうございます。投げてない、ね、投げてない。どうですか、ここまで。そうですね、まあまあ、やっぱり目に見えない部分のやっぱこうレベルの差であったりとか、やっぱすごく感じますね。あ、投手の目線でですかね。そうですね、まあ、もう僕はピッチングコーチなんで、はい、まあ、いろんな、まあ、全体的な部分も見てもそうですけど、はい、ね、やっぱりこうまだまだレベルの差はあるのかなと、ね、はい、ちょっとね、ラッキーとしたボール球が多い印象があったんですけども、そうですね、はい、やっぱそこ投げ切れて、ストライクをこう先行して取っていくピッチングがリズムにつながってくるじゃないですか。そうですね、はい、はい、ここでもう一度ご案内させていただきます。意識してみたいなと、僕は言いますけど、はい、ね、お願いいたします。まあ、やっぱりね、蒸し暑くて熱中症も心配されますので、ぜひ皆さん、ソーシャルディスタンスを確保の上、マスクを外して、こまめな水分補給もお願いいたします。また投げてるようなピッチャーおるんですけど、はいはい、ただやっぱピッチングってなってくると、はい、やっ
っぱまた違うんで、なるほど、はい、まあ、その辺でね、どうしても自分たちのチームのピッチャーで求めすぎてしまうと、やっぱこう伸ばせる部分もちょっと伸ばしきれない、その代わりに、はい、ちょっとやっぱりこう相手チームのね、先発ピッチャーもそうですけど、はい、まあ、ね、ほんまに対照的に見えたのが、うちのピッチャーと相手ピッチャーのプレイボールかかっての初球の入り方、あれは結構分かりやすく、ね、向こうの相手ピッチャープレイボールかかって初球のやっぱりまっすぐすごく、うん、しっかり投げてて、そういう人でしたね、はい、うちのピッチャーどうやねんと思って見たら、まあ、抜けたボールデッドボール、はい、まあやっぱりその辺でもすごく頑張れというコールをするので、皆さんは拍手で後押しをお願いします。だからその、ま、目の前のことよりも今後のことも考えながらの、そうですね、はい、やっぱりお越し度とかあるのかな、はい、頑張れ。後半はもうどういった形で、そう、まあもう少しね、やっぱこう選手同士も必死にプレーしてほしいですけどね、正直サイというかやってもらいたいですね、やっぱりこう自分らの置かれている今状況であったりとか、うん、もっとこうアピールもしてほしいし、はい、やっぱその辺でこうもっとね貪欲に、うん、はい、がっついてやってほしいですけど、はいはい、その辺をちょっと注目して、はい、頑張っていきたいと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、ということで藤井コーチでした、ありがとうございました、ありがとうございます、素晴らしい、ありがとうございます、なんか漏れちゃってるかもしれないですね。まあでもね、こう歯がゆい部分の展開でもあるかもしれないですけどもね。そうですね。まあ大川はね、やっぱりそうなんですけども、うん、しっかりとね、切り替えて、はい、食らいつく。うん、やっぱ境食らいつくですね、もう完全に、はい。もういっぱい出てきた。はい。さっきもあったし。はい。さっきはですね。そうですね。社会つらいクスでしたけども、今後はずこの後半はね。はい。うん。食らいつくで、うわ、いいですね、行かないといけないですね、これハッシュタグつくんじゃないですか、これあれあれれれれれ頑張れ、境食らいつくっていう感じで ね面白いですよね、面白いですかね、うん、僕はそうも思わないですけど、ハマってないの自分で言ったけどあんまハマってなかった、どうも、スレナパンダのキレイカレーです、よろしくお願いします、純正です、はい、これね、開幕戦実況が大好評だったため続投決定ということで、ね、そうなんですよね、僕らもいつ終わるか分かんないですからね、はい、僕らもですね、うん、常に首の皮6枚、うん、はい、あ、めっちゃあるやん、めっちゃビョーンってなってる、まだまだビョーンってなってますね、まだまだチャンスはあるんですけどね、3枚ぐらい吸っても大丈夫、そんなことないただ皮ですから、あ、そっか、骨も身もないというところ、いや、もう危ないですからね、はい、結局皮ですから、ね、そうなんですよね、でもこの YouTube チャンネルをね、はい、みんなで盛り上げてですね、あ、ぜひぜひ、球場に足を運べないこの時代でもですね、楽しんでいただける、野球を見てね、楽しんでいただけるように僕らも頑張ります、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、さあ、ということでね、うん、まあまあまあ、ぼちぼち6回の攻撃、守備が始まるところですけど、まあシュライクスもね、まあ、さっきも点取ってる感じでね、やっぱランナー出て、やっぱ野球はね、楽しいですね、そこで行きたいよね、どういう展開であれやっぱりですね、はいはい、そこにドラマが待っている、そういうことですよ、いろんな人類のドラマ、うん、今までいろいろ見てきましたけども、うん、やはり野球の中で言うとですね、はいはいはい、やっぱり点の取り合いというね、うん、この駆け引きの中で生まれるこの人間の心の動き、なるほど、先ほどね藤江コーチもおっしゃってましたけども、うん、はいはい、もうちょっとがっついていきたいな、ここのね悔しさみたいなものが前面にコーチが出てるこの中でですね、僕らはね、なるほど、この野球を楽しめるんじゃないかなと思う、そのメイクドラマをぜひご覧ください、どうぞ、いやいや、これから、あ、これからですね、切り替えても何もないな、はい、映像あるわけじゃないですか、なぜかというとですね、まだね、もうグランド整備をしていますからね、そうなんですよね、はい、僕らのカメラになっちゃいますけど、ね、そうですね、もう球場にもこうちらほらお客様がいらっしゃっててね、はい、嬉しいですね、うん、これありがたいですよね、まあね、先ほどコメントにもありましたけどもね、はい、平日で来られないという方も、あ、そうだね、これね、配信があるから嬉しいということで、はい、コメントまだまだ募集しておりますので、あ、あ、こんにちは、あ、よろしくお願いします、あら、あらあらあら、お忙しい、お忙しい中ということで、すみません、はい、この6回、はい、平山さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、スライクスの平山と申します、あ、すごい、もうちゃんと経歴がバーって出てくる、はい、あ、これ年齢が1個若くなってることです、すみません、もっと若い感じですね、サバサバ飲んでるよ、サバだ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 、あ、よろしくお願いします、町田市出身で、あ、はい、町田市出身です、あ、そうなんですね、はい、あ、慶応なんですね、あ、はい、見えないです、あ、見えないです、どういう、どういう感情なんですか、もう見えないです、それをね、お察しくださいね、これはね、もう、はい、ここぞって時に、はい、
平山さんを投入するということで、はい、言われてたので、しびれるところで行ってたので、長嶋監督が、はい、桑田投手に行った時にね、はい、3本柱のリレーで ね、はい、牧原、斉藤、桑田の時に前日に監督室に呼んでですね、うん、お前は、どうでしょうと。まだ喋ってないのよ。痺れるところで行くぞと。あ、それをですね、はい、オーナーはですね、うん、平山さんに託して。そういうことですよ、はい、もう今何の話だったかさっぱり分からない。そうなんです、分からなくて十分なんですその痺れる場面がグランド整備の時間だったと。一番痺れる整備してると手が痺れてたな。なるほど、そっちですね。痺れ違いですね。まあでもここでね、流れを変えたいという場面でもあるので、はいはい、そのようですね。ちょっと一緒に、はいはい、この回一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに、あ、ちょっとバタバタしてましたけど、はい、あんまりこう試合はちょっとでき、はい、見れなかったですか？あ、試合はですね、全然見れなかったんですけど、 あんまり野球に興味がないそんなことない。野球はやっと今人数を覚えたくらい、すごい初心者なんですよ。あ、そうなんですね。あ、そうですよね。何人でやるスポーツかっていうのはもう、あ、もう大丈夫です。ランナーコーチも入れても大丈夫ですか？ランナーコーチ入れるんですか？入れたりとかですね、代打とか。あ、代打入れたら10人入れたら、シンタ背番号12。12人。え？12人。ピッチャー、マニュアルと言われます。背番号9。もうこれ以上はやめると。ダイヤの方にはですね、ヤシの木もありますね。あ、ね、これがちょっと徳島っぽいなと思って。そうですね、南国の街という感じですよね。はい、お待たせいたしました。6回の表、酒井白X のこんにちは。ここはですね、今、6番4点差ということで7対3なんですけども、どういった攻撃を期待するでしょうね。これね、ピッチャーが勝田投手に変わりまして、はい、このね、お互いがこうまた切り替えていこうというところでございますけれども、結構本格的左腕ということでですね。そうですね、バッターは7番、6番高木選手です。左ピッチャーですね、うん、とはもう打球、これ2ストライク。ちょっとですね、投げ方、腕を下ろした時がですね、はいはい、ソフトバンクの和田投手のような感じで、うん、なるほど、トントンと、このタイミングをね、どこまで取れるかっていうところがですね、うんうんうん、この回のキーなんじゃないでしょうか。なるほど、ポンポンと。あ、いいですね、アウトコース、ボール。そうですね、ちょっと早川投手みたいなのも楽天のね。そうですね、このですね、ストレートをこう投げ切れるところを、はい、これをですね、バッターがね、うん、逆らわずに、なるほど、芯に当てる。あー、変化球、空振り三振。あ、どうしたんですか、何に。あ、ちょっと何思いました。いや、よどけられたなと思って、大丈夫かなという心配をしてます。そうですね、やっぱりですね、バッターボックスがですね、グミでできてますので、やっぱり、ね、グミでできてるので、やばいですよ、なんですよね。よく今まで皆さん平然と立ってましたね。そうなんですよねすごい、確かに。ただ今ちょっとよろけたということで、なるほど、バレちゃったんですね。はい、さあ、バッターは7番、杉森選手です。ほら、やっぱまっすぐとか変化球は、はい、ヒラヤンわかります？ヒラヤン、ヒラヤン、はい、なんかヒラヤンはちょっとわかんないですけど、今のがなどっちかっていうのは、はい、じゃあ次の球はじゃあどっちかっていうのは、はい、どうでしょう。まっすぐ。あ、本当ですか。正解です。ただまっすぐが疑心暗鬼だとしたら今後が心配なんですけどね。そうですね、一番次の球は今下曲がりです。下曲がり、下曲がり、はい下曲がりの昼時みたいな感じでしたね、はい、いいですね、なんか、はい、日曜日っぽい感じでましたけどもね、はい、確かにぶらり下曲がりな感じですね惜しいですね、途中下車な感じが出ましたけど、はい、さあ2ボール1ストライクです。さあ、まっすぐ打ってファールボール、惜しい。いい打球でしたね。ファールなのになんでサードは追うか分かります？はい、ん、一応ですかね、一応そういう姿を見せておけば評価が高いそうってことですね。あ、そうなんですか。正解です。あ、そうなんですか。そうです、見えですね。見え、はい、やっぱりね、こう動いてなんぼの、はい、それを見せてなんぼですからね。あ、そこで終わらなかったら、そう、次エラーした時、あいつやっぱ動いてなかったからなっていうところがある。あ、そうなんだ。さあ、これ変化球でショートが揃っちゃったんですね。どうでしょうか。わーと、今のね、バウンドがちょっとね、ね、足が揃っちゃって危なかったですね。次の送球に悪影響になるような取り方だったんですけども、やっぱりそこはしっかりカバーしていい送球しましたね。ナイスカバーでした。さあ、2アウトランナーなしとなって、はい、バッター8番キャッチャー藤田選手です。やっぱり名前でもあるようにですね、この曇り空をしっかり打球で青空に変えてほしいですね。どのように変わったらいいですかね。やっぱりジョイのように
ピンって言って、あのお皿がね、除菌ができる、除菌ができる、油汚れ2のとこみたいな、ね、はい、今日2回目でございますね。そうですか、はい、もう打ち上げてね。あれ、お、なんかシンとした。あ、乱闘ですか、なんだ、なんだ、乱闘仲良しか。お客さんが入ってきちゃったんですね。なんで、なわけないでしょ。違うんですか。どういう、え、今お迎えに来てたんですか。あ、迎え、お客さんですね。違いますかね。あ、違いますかね。どんな展開を、ちょっとね、今後の展開に謎を残すプレイですね。これでちょっとバッターを動揺させる作戦かもしれないですね。お客さん投入によって、はい、お客さん投入によって資格だったんですね。なるほど。それか審判にサインを求めたかどっちかですね。あ、ちょっと欲しいんですけど、はい、今じゃないでしょ。サボール、あれ、お祭りが近くで行われてるんですか。だとしたら割とずっと行われてます。違うのよ、これね、ファンの方の応援ですからね。あ、不安の、そうですか、不安の方、不安の、はい、上沼師匠みたいな。さあ、インコースさばいて、サードと軽快にさばいて、スリーアウトチェンジです。はい、今のは何、なんでアウトになったかっていうのも分かります。ボール取られてしまいました。え、取られてしまいました。急に片言なんで。今日はあのスコアに書くときに、はい、何でアウトになります。あ、今誰が取りました。選手が取りました。選手以外おらんやろ。なんで監督が取ってるの。そうです、おかしい、選手取るやろ。そうですね。さっきみたいにね、あのファンが入ってきてないんだけど、ファンがさばいてスリーアウトだから、サードゴロですね。サードゴロ、あそこにいる選手がポジションがサードなんですよ。あ、でゴロゴロってした、ゴロゴロと。そんなにっころがしみたいに言わないでくださいね。本当にね、やっぱ大きめの方がね、そういうことやっていいですからね。はい、はい、ゴロが飛んできて、さばく、ゴロゴロと、あ、そういうことか。あ、そう、ゴロがね、そう、あ、なるほど、ゴロゴロっと来たんですよ。あ、ゴロはなんでゴロっていうんですか。やっぱゴロゴロと、あ、やっぱりそうじゃないですか。でもサードコロ、ちょっとゴロゴロ、でもコロコロ転がってきた場合はサードコロになりますからね。そうなんですか。はい、コロになっちゃう、コロになります、コロになっちゃうんだ、うん、セカンドコロ、ゴロが悪いですね。あ、うまい、うまいと言い難い。うまくはなかった。さあ、ピッチャーが変わります。堺シュライクス、ピッチャー中村拓選手です。はい、応援も聞こえてすごく新鮮というね。あ、甘栗ちゃん、ありがとうございますね。ありがとうございます。遅くなりました、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。コロナミンシスタジアムですよ、ここはね。はい。はい、あ、うん。現地観戦楽しんでますって方もね。ありがとうございます。観戦しながら見ていただいてるってことですか。そうですね。すごい、ありがとうございます。アレア26出ちゃん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうインスタフォローしていただいてる方ですね。はい、ありがとうございます。堺で、あれですよ、ロッテを応援するお店やられてますっていうので、あ、そのアカウントの方ですか。ね、じゃあよかったらコメント欄で宣伝等もしていただいて。ってことはこの26ってことはロッテのあのファンの背番号の26ってことって、お、さすがですね、僕。そうだね、あなたすごいよ。でファンも、ファンの背番号として26がね、ファンじゃないです、不安ですね。あ、不安ですね、失礼しました。厳しいんだよな、背番号28。さあ、これ6回の、なんで背番号28か分かります、これ。え、なんでですか。僕も分からないですね。分からないですか。はい、そんなびっくりしますね。そうですね。なんで21歳か分かります。それは分かりますね。なんでですか。え、あ、生まれて21年経つ。正解ですね。送信打初球大きく外れてしまいまして、はい、ボールです。なにわのトラという、ね、中村拓選手、あ、キャッチコピーがね、かっこいいですね。なにわのトラ、なにわのトラトラトラですか。あ、違いますね、マックスじゃない、マックスじゃないんですか。マックスではないです。ちょっと荒めな方なんじゃないですかね。そういうことですね。これね、ホームページでね、堺シュライクスの選手のプロフィールもいっぱい書いてますね。なにわのトラ、なにわのトラ、そこに書いてますね。いろんなご質問とかもありますんでね、もしね、うん、気になる方はぜひ見てみてください。ひげが長いとかじゃないんですか。そういうわけではない、トラの、トラじゃないですね。猫科ではない、そういうことじゃないですね。なにわの猫ではないんですね。なにわの猫じゃないです。なにわの猫かでもいいですね。猫かはあります。エロい感じになりますね。なにわの猫。フォアボール。ストレートのフォアボール。はい。なんでストレートのフォアボールっていうか知ってます？え？なんで？今の状況、ストレートのフォアボールって言うんですよ。はい。はい。ボールがストレートに投げられて、それがストライクゾーンから外れていたからです。
違います。あ、違うんですか。それ間違いがちなんですけども。あ、そうなんですか。でも結構惜しいところまで行ってます。はい、さあバッターは4番の一回もストライクが入らずに、ボール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 ですとフォアボールになったのをもうストレートのフォアボールというんですね。はい、あ、そういうことですね。そうなんですね。あ、なるほど。それがね、たとえ変化球でもストレートのフォアボール。あ、ややこしいですね。あ、ややこしい。なるほど。違いますね。楽しそうですね。はい。さあ、これも外れてしまいます。新たな発見がありますね。いや、もう日々勉強ですね。日々ですか。あ、日々です。はい、厳しいな。耳がいいんだが。いいんだか耳がいいんだかなんだか、いいんだか悪いんだか、さっき綿棒やりましたからね。わあ、ナイスボール。はい、ここはですね、ノーアウトなんで、いいストレートですね。そうです、あの先ほどね、やっぱストレートのフォアボールでなかなかね、ストライク入らなかったんですけども、ここでも逆にストライク取りに行こうとするとあまりよろしくないってところが目に見えます。目に見えます。これ通ったな今。さあ、これはまっすぐセカンドゴロの4-6-3と回ってダブルプレーゲッチュー。素晴らしい。月中、月中ですね。月中ですよ。ナイス。2つの意味がありますね。2つの意味がある。月中を月中っていう意味ですね。ああ、なるほどですね。だからそれを月中と月中、そう、それをもう短縮して月中っていうんですね。それ本当ですか。あ、これはい、野球用語です。はい、だから今後もね、他のところでそれ自慢してください。月中、はい、OK です。セカンドゴロの月中となります。ツーアウトランナーなしでバッターは5番、変わりまして竹林選手。463のダブルプレー。463のダブルプレー、はい、前やりましたね、それ。そうですよ、うん、はい、おさらいですよ。あっ、何ですか、何ですか、なんで聞くんですか。なんで聞き返すんですか。ボールがこっち側に来ましたね。来ましたね。呼んでもないのに。呼んでもないのにね。呼んだら来るのかな。呼んだら来るのかな。呼んだら来る。呼んだら来る。いや、呼んでも来ないんですよ。そうですよね、普通はね。こんな状況では呼んでも来ないですよね。はい。さあ、バッターは竹林選手です。今日初打席になります。あ、今日初打席。そうですね。竹林さん、竹林さん、まっすぐボール、初打席さんですか。初打席、いや、竹林さん、竹林さんの初打席ですか。初打席さんの竹林じゃないんで、違います、難しいですね。やっぱ慣れないとね、難しいところがありますけどもね。さあ、2ボールとなっての次の球です。まっすぐってショート待っちゃったんですけども、て、あ、早期にナイスカバーですね。今のカバーしたんですよ。カバーしたんですか。はい、ショートゴロでスリーアウト。ショートゴロなんですけども、はい、やっぱり高いバウンドで、はい、ちょっと止まって取っちゃったんですね。はい、今前出てもよかったんですけど、はい、ちょっとバウンドが合わなかった。はい、となるとですね、はい、今度は送球が難しくなるんです。はい、やっぱ止まってるので、はい、その時に投げた。はい、そうすると、はい、ショートバウンドがいった。ショートバウンドってわかります？ショートバウンドがいった。中途半端なバウンドになるんですよ。あ、なるほど。ノーバウンドで届かない。中途半端なバウンドになっちゃう。それをファーストが取るの。これをカバーするって言うんですね。助け合いですね。なるほど。そうです。ボールとファーストの助け合い。助け合いなんですね。なるほど。はい、あ、意味が分かったような分かんなかったような。はい、それでいいんです。助け合いなので。顔見てあげてよ。ずっとまっすぐ向いてるんだよな。いいプレーでしたね、今ね。いいプレーでしたね。まず難しいんですよね。いや、これ初めての三者凡退じゃないですかね、この試合。このね、回、ちょっとね、うん、ラッキーな7ということでですね。ラッキーセブン、はい、ラッキーセブンですね、はい、ラッキーセブンはなんでラッキーセブンというか知ってます、うん、あー、そういえばなんでなんでしょうか。なんで7回をラッキーセブンというか知ってますか。なんでですか。これはね、はい、前回の、まあ、茨城戦の方でね、はい、これは相方が言ってたのでね、これね、私がね、今からね、発表したいと思います、はい、お願いします。昔ですね、あの、メジャーリーグ長い歴史があるんですけども、はい、昔はそんなこと言ってなかったんですよ、はいはいはい、ただですね、7回の時にですね、あの、7回の攻撃で、はい、高いフライがパコンって上がったんです。高いフライがパコンって、ダイヤフライだなってなってたら、その時に急な突風が吹いてですね、球が風に乗ってですね、ホームラン入ったんですよ。こんなラッキーなホームランないっていうか、それが7回で、それが、はい、で、勝ったんですね。あ、じゃあそれだから7回、そこから7回に何かが起きるということで、うん、ラッキーな7回だということで、ラッキーセブンという言葉が。え、ラッキーセブンってそっから来てるんですか。そっから野球から来てるんですね。そうなんですよ。それはびっくり、はい、勉強になりますね。え、もうへーへーへーボタンあったらいっぱい押したい。へーへー、いや、ちょっと急な愛想笑い。めちゃめちゃね、食いついていただいたのに、はい、そうですね、もったいないことしました。4、5巻外されましたね、また。さあ、ということで9番指名打者タクトから始まります。はい、タクト選手もね、先ほどいい打球いってますからね。そうですね、ここはね、大味にならずに、うん、はい、やっぱりね、してランナーを貯めるというところでね、はい、大胆と大味は違いますからね。なるほど、なるほど、大胆にいってほしいんですけども、大味にならないように、うん、見てください、バットバット焦げてますね。焦げてますね。上半分が焦げてる。そうですね。おっと、セカンドに合わせた打球はセカンドゴロです。
ワンアウトとなります。さあここで4巡目に入ります。1番ショート大松選手です。コメントいただいてますか。はい、コメントいっぱいいただいてます。 ありがとうございます。応援がこうやって聞こえるのはこんなに感動するとは。ありがとうございます。そんなすごい上品な方からのコメントをありがとうございます。あ、いろんなプレーね、このね、うん、タッチしろよっていうねプレーも、ね、あ、さっきのセカンドゴロのプレーでしたね、はい、球速が出てくる中継は嬉しい。あ、嬉しいですね。これ今回からですもんね。あ、そう、これ体重じゃないんですね。あ、球速なんですね。そうですね、毎回選手の体重が数番目で結構ヘビー級の体重になっちゃいますけど、ヘビー級の体重はないんですね。そうですね、違います。さあこれはレフトに抜けてワンアウトランナー一塁となります。これまたチャンスで2番3番と来ましたね。これいいんじゃないですか。この回も期待したいところです。先ほどタイムリーヒット2番の平岡選手に回ります、ね、今日はねこの2番3番が調子いいのでね、はい、やっぱランナー出せたというのはすごい。ここでねリズムを作ってですね、うん、ぜひね、1点でも多く取っていただきたいですよね。やっぱこう打たせたいのでね、こうランナーも動きやすい。やっぱあれでしょ、としては守りにくい部分ではありますからね。左ピッチャーはですね、はい、牽制、あ、そうですね、なかなかこうね難しいんですよランナーが。あ、そうなんですか。こっち向いてるでしょ、騙されちゃう。そう、見やすい。あ、いいの。どうですか。おお、牽制ですか。はい、今なんかちょっと動くの分かりましたよね。ちょっと分かりました。なんか来そうだな、来そうだな、はい、これが上手い選手が牽制が上手いんですよ。もうストライクスの配信の名物なんですよ。そうですね、もう牽制で騒ぐ平山さん。いちいちびっくり。これはあとはキャッチャーからの牽制。だって前に投げる予定が横に投げてるんですもんね。すごくびっくりすると思います。そんな路線変更あるかっていうね。サッカーでいうとベンチにシュート決めるみたいなもんですよね。確かに投げられてる側はもうビクビクですよね。ゴールはこっちなのにみたいなね。確かに驚きの嵐ですね。ファーストもよく取りましたよね。はい、ファーストも結構びっくりするケース多いんで。そうなんですね。そうですか。ファーストが騙されたりもするんですよね。そうですね。さあこれはまっすぐ手ファールボールです。サードは取る素振りを見せます。あ、山田太郎さんがですね、はい、赤子勝さん、はい、体重わろたってことですね。なぜ1球ごとに出すかは分かんない。そうですね。あと1球ごとに変動ありすぎでしょう、ね。そうですね。みんな100キロ超えですからね。あと誰のかは言わない。誰の体重かは言わないです。ずっと秘密なままで、はい、ランダムですよ。ただヘビー級ってことは確かですね。確かですね。本当に。あ、今のもですね、こうフォーム向きながら一塁投げたりとかですね、はい、騙せるんですよ。そうなんですよ。もう騙し合いなんですね。はい、ただプロに言わせると、はい、左ピッチャーの方が盗塁がしやすいらしいです。なんですか。分かりやすいんですって。あ、さあランナー走った。セカンドへ送球します。あ、セーフ。おっと、これはなんだなんだ、ランナーもなんだ進んで、どうしたどうした、サードへ。さあこれで盗塁をして、今どうなったと思います、ヒラヤン。今何か球がホップしましたね。あ、球が麦とホップですね。第3のビールが出ました。第3のビールですね。美味しそうですね。今何が起こったんだ。今のはですね、盗塁をしたんですけども、はい、キャッチャーがそれで送球したのがちょっとそれちゃって、はい、でそれでミスしちゃったんですね。だからランナーを3塁まで行ったという。あ、行けちゃった。はい、高走塁ですね。ラッキーパンチ、ラッキーパンチですね。さあワンアウトランナー3塁のチャンスとなります。さあ平岡選手、これは打て。さあどうは、あ、どうですか。あ、フェアですね。ゴロギリギリのフェアとなって、ランナー動けず、ツーアウトランナー3塁。今のはね、僕は行ってもよかったんですけどね。ランナーはね、ちょっと躊躇しちゃったというね、感じは見えますけども、まあ、ちょっと自分の方向に来る打球っていうのも難しいですからね。ナイスバッティング、ナイスランというね、浜口ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ツーアウトランナー三塁となりまして、バッター3番、このツーアウトでですね、樋口選手です。はい、そうです、キーマン、僕がキーマンに挙げたんですよね。なぜかというと、名前が3文字だからですね。どういうことですか。コウジロウ、ほう、はい、これ3文字ということです、ね、3文字が、はい、キーマンです。そのキーマンです。今日のラッキーナンバーはラッキーナンバー3なんです、はい、3なんですよ。あ、なるほどね。背番号見てください。わかりました。行きましょう。引くんですね。樋口さん引く2です。うん？
さあ、ツーアウトランナー三塁です。ツーボールとなって、これちょっと狙いたいですね。チャンスというところです。ランナー三塁。おお、これはファースト。ああ、バウンドで掴んで、スリーアウトのチェンジです。今のは何アウトですか？今のは、ノーバウンドアウトです。いや、バウンドしてたでしょ。あと何でアウトになったんですか？今のはストレートにアウトでした。違います。ストレートにアウト、まあ確かに合ってるんですけども。解説お願いします。ファーストゴロですよ。ファーストゴロか。そういうことを言わない。さっきもサードゴロ、今のはファーストゴロということですからね。どんなだけもゴロなんですか？今のがゴロゴロってしたからですよ。ゴロゴロのアウトです。なるほど。ボーンっていったアウトもあるんですよね。その場合どうなるんですか？これはフライです。フライアウト、フライアウト。あ、なるほど。で、こうもあるんですよ。そうです。それだとこっちもあるんですよ、はい、これはフライアウェイです。フライアウェイ、はい、フライアウェイアウト。え、本当にフライアウェイアウト、はい、だからセカンドへのフライアウェイ。あー、なるほど。面白いですね。他にもいろいろ種類があるんでしょうか？ありますね。107種類あります。煩悩の数。それは108です。1足らずだ。1足らずですよね。さあ、ピッチャーはそのままですね。はい、中村拓選手のままで。さあ、7回はラッキーセブンの今度は徳島の攻撃に移りますけれども、うん、ノーバウンドアウトって来てますよ。ノーバウンドアウトは真ん中の女、野球しとけっていうコメントも。あ、いやいや、すいません。ねえ、いや、もうね、失礼しました。僕らは助かってるので、ね、今勉強中ですね、はい、ノーバウンドアウト。ちょっと無理やり済みましたね。めちゃめちゃおもろいです、ね、そうですね。こうやってね、コメントいただくってことはですね、はい、いいことですね。嬉しいです。いや、本当にありがとうございます。ありがたいですよ。さあ、7回の裏に入ります。徳島の攻撃はバッター6番森田選手から入ります。あれ、誰かが近くでコンサートやってます？違います。だとしたら漏れすぎでしょ。漏れすぎですね。6番漏れすぎだな。セカンド森田優也。上でライブやってるらしい。背番号33。ちょっと怖がりステージがあってやってますけれども。さあ、バッター森田選手です。さあ、初球を打ってファースト。うわー、よく反応しました。ピッチャーとの連携をしてワンアウトです。はい、ファーストゴロとなります。ね、先頭打者をね、難なくアウトにしたので、はい、さあ、この回もポンポンポンといいですね。はい、行ってほしいですね。中村拓さん、やっぱこのストレートの勢いあるんで、はい、ちょっと差し込まれてる感じもありますね。徳島がですね、貪欲にですね、この回もね、点を取りに来ると思うので、そうですね、はい、しっかりですね、甘くなった球をですね、竹岡大成。お、竹岡選手。あ、うちの部学園大学だ。あ、じゃあ同郷ですね。そうっすね。出身は違うのかな、うん、すげえ、八戸の人だ。代打、竹岡選手になります。徳島がですね、6月24、竹岡ミルクティーですか？違います。惜しい、惜しい。タピオカみたいな。まあ、タピオカって呼ばれたりはするんじゃないですか。やっぱこの数年ね、人気出てますから、はい。竹岡ミルクティーさんなんですけど、前回愛媛と試合をしてね、はいはいはい、竹岡選手も出まして2打数1安打、はあ、ヒットも打ってるというところでね。甘栗ちゃんですね。徳島のラッキーセブン、これはね、球団かかなということになってますけども、うん、そうでしょう ね、 かと思いますね。試合見に行った時、プレゼント大塚製薬の商品いただいたなと。そうね、ここがオルナミン C 球場ですからね、うん、大塚製薬さん。おっと、センターへ抜けるところをよく取りました。ショートゴロ、いい送球ですね。めちゃめちゃいいプレー、流れるようなショート森田選手。ショートナイスプレーです。古川隼人背番号4。今のはショートゴロですね。今のがショートゴロですね、はい、守ってる方がショートということで、ショートでゴロゴロっとしたものを取って投げる。ショートゴロ、はい、ショートゴロ、なるほど。さあ、ここは8番バッター古川選手です。はい、ツーアウトランナーなしとなります。いいですね、ピッチャー中村選手。この回はね、リズムよくうまくいけてますね。アウトコース、ストライク。いい球だな。これですね、配信を見てる方はね、左上にありますクラファン先行公開中というね、
QR コードを読んでいただくとですね、はい、8月8日にありますバトスタデーのクラウドファンディング、はい、それをもうここだけ今見てる方しかこのバーコード読み取れないので、なるほど、ちょっと読み取っていただいて、どういう内容なのか、どういうイベントをやるのかというのはね、ちょっと確認していただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。これはねもうちょっとね内容を言えないですけど、うん、めちゃめちゃ楽しみな日になりそうなんですよね、はい。で今こちらねシュライクス の、 あの YouTube チャンネルでやってるんですけども、うん、はい、ぜひね徳島 の、はい、の YouTube チャンネルの方もいろいろな企画とか ね、 あね、うん、あの試合の状況とか載ってますので、ぜひぜひぜひご覧あれご覧あれ噛み締めたな。さあ2アウト2ストライクとなってます。まあ、素晴らしい三振、心を入れ替えたようなピッチング心を入れ替えたようなピッチング、はい、すごいですね。藤江コーチがですね先ほどここに来てですね、うん、はい、あの5回以降はもうちょっと気合を入れてって言ってましたけども、はい、ね、はい、これこの6、7と三振凡退が続いて、はい、でしょうか、素晴らしかったですね、はい、ありがとうございます。さあここで平山さんは、はい、失礼します。平山がもう帰りますんで、はい、最後のゲストにここで交代したいと思います、はいはいはい、ありがとうございました。平山さんでした。お疲れ。お疲れ。急に。だね。さあさあさあ残り2回の攻防となります。はい、4点差、うん。いきたいですね。ここはなんとか。やっぱり8回9回というのは終盤ですから ね、うん、ね。どうしてもね。何点何点ぐらい欲しい。うん、いやそれはもう。取れる分だけ取ってほしいんですけども、やっぱいい形で、でね、チャンスを作るとかね、いい攻撃をするっていうところをちょっと見てみたいなと、うん、なるほど、終盤にかけてどういった攻撃をしてくるのか、はい、それはね、両チームもそうですけども、なるほど、はい、ということで4番からですけれども、はい、ということでこちらも一方ゲストでございます。はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、ちゃんとすごい用意してくれてる、はい、おー、ありがとうございます。これお名前は矢田さんです。矢田と呼びます、はい、はい、インディゴソックスの、はい、球団代表やってます、代表の矢田さんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。この度は本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。我々をね、こうやって解説をさせていただいたんですけども、ありがたいですけども、はい、お声をかけていただいたということでよろしいですかね。あの松本オーナーからやりましょうって言ったので、ぜひということで、はい、平山さんも大先輩ですし、あ、そうです、はい、あ、ほんとだ。でも僕はね、矢田の KO 見えます。本当ですか。KO っぽいですね。平山さんはね、KO 顔じゃないんですか。そんなことないと思うんですけど、KO 顔、はい、やっと KO 感が出てきました、ね、僕の予想では多分高校も KO じゃないですか。おー、ほんとに入ってる。すごい、やっぱりすごいじゃない、うん、自分めっちゃ褒めるじゃん。もしかしたらエネオスで、あ、そうです。おー、やっぱり違う違う違う、すごいな。ちゃんと書いてるから、なんでわかるんだろう。すごい見てたのよ。いやー、おかしい。めっちゃ見るじゃん。めっちゃ、あると思います。めっちゃありがとうございます。いや、すみません、ね、本当に。ありがとうございます、本当に。28歳。はい、28歳です。あなた若いじゃないですか。まだ。あ、同い年、ね、同い年。同い年。もしかしたら。同い年ですか。92年生まれなんですか。93年生まれです。あ、一つ上です。一つ。なるほど、なるほど。ええー。すごいですね。もうそれで球団オーナー。そうですよね。オーナーではないですけど、ね。会長。はい、いや、球団の。はい。はい。すごいですね。はい。やってます。僕らなんてまだ鼻垂れてますからね。そうですね。僕も垂れますよ、たまに。あ、本当ですか。さすがにでもトイレは間に合いますよね。トイレは間に合います。そうですよね。トイレ間に合わないですからね。間に合わないですよ。僕ら年に 2,3 回ずつずつです。ずつずつ、はい、何かしら。本当ですか。はい、漏らすんで。おむつ、やっぱね、そういったね、年齢の人生の差がちょっと伺えるんですけども、ね、だからもう来年ぐらいになるとちょっと緩くなるかもしれない。そろそろ来ますね。気をつけます。あるかもしれない、はい、どうですか今日の試合を見てですけども、はい、いやもう、後期が7月3日から始まるので、はいはいはい、ここに向けても大事な一戦というところにみんな気合入ってるなと、はいはい、思います。やっぱりですね、攻撃がシャープでですね、あと隙がない走塁とかも見えて、はい、すごく強い、いいチームだという印象がありますね。素晴らしいですよね。足早い選手がね、あのコメントもいただいて、そうなんですよ、足の速い選手が多くて魅力的ですよね。そしてさらにですね、走塁の面でもすごく上手い走塁が多く見られてたので、やっぱそういうところですね、打撃がいいとか守備がいいというのは もちろんなんですけども、そういったところをすごい印象があるので、ありがとうございます。走塁のチームの感じなんですか。そうですね、やっぱり機動力というか、うちの球団からこう、はい、NPB にトップリーグに上がる選手、結構足速い選手が多くて、あ、はい、まあ、そういったところもあって、はい、足速い選手は行きやすいっていうのはあると思うんで、あ、
増田選手、あ、そうです、増田、はい、増田とかもそうですよね。そうですもんね、まあ、足の方、まあね、スペシャリストみたいな、はい、もう一人、平間っていうのが巨人に入って、はいはい、最近支配下登録されたんです。彼も足の速い選手ですし、今西武で一番打ってる岸潤一郎もインディゴソックスで、インディゴソックスで盗塁を50盗塁ぐらいして、すごいですね。多分そういう足速い選手は行きやすいっていうのがあると思います。あとやっぱ野球をやっぱ知ってないと走塁も活かせないですもん ね、 ね、ただ足が速いだけじゃ、両方合わせ持ってこそのやっぱプロの走塁というところがやっぱすごいですね。皆さんもね、ぜひね、そういったところもね、あの注目してこう、ね、試合とかをね、あの楽しんでいただけたらなと思いますけども、ありがとうございます。あ、ご自身も野球をやられてて、はい、っていう、やってましたね。で、ヒンディゴソックスも経験されて、はい、はい、やってました。どこ、ポジションはどっち？ポジション外野手です。あ、外野手ですね、はい、やっぱ、見ても分かるように、あの、ガタイがすごく深いの、はい、全然違う。そうですよね、そうですか。邪魔なのよ。でも、ガタイいいですよね。いやいやいや、もうね、僕らなんでね、もう落ちちゃいましたけどもね。落ちてきますね。僕も辞めてからすごい太って、あ、やっぱ会う人会う人に太ったねって言われます。そうなんで、まあ、会社食べる量はね、一緒ですけど、ね、そうですね、現役時代とダイエットしようかなと思ってこの回はちょっと一緒に、はい、解説をちょっとよろしくお願いします。いただきたいと思います。さあ、8回の表、坂井シライクスの攻撃、4番の大橋選手からですね。ピッチャーがですね、あ、そうですね、はい、ピッチャーが、徳島が変わりまして、はい、上原選手ですね、はい、地元の出身の、あ、そうなんですね、ちょっと小柄な印象ですけども、はい、そうです、はい、背は低いんですけど、いい球投げますよ、柔らかい感じですよね、はい、いいキレのある球ですね。うわ、ストレート、いや、141キロ、わ、すごいですね、ナイスボールです。まあ、大井選手、ここらね、あの先頭がね、僕は大事だと思いますので、しっかりね、先頭でなんとしても出たいですね、うん、積極性もありつつも、しっかりボールを見てね、取られたらと思いますけども、あ、これ変化球でボールです。立ち上がりって難しいですよね、打つバッターとしては。ピッチャーの交代 の、 あの立ち上がりってどういったあの意識を持っているかありました？そうですね、事前に、はい、あのデータがある場合は見ていくと思うんですけど、はい、こういった交流戦多分ピッチャーのデータないと思うの で、 そうですよ、ね、はい、なかなか初球打ちが難しいですよね、1打席目で打ったりするのは。得意な方でした、あの先頭とか。先頭はあんまり得意じゃなかった。あ、やっぱそうですか、はい、ちょっと 2、3 人見てから立ち上がります。あ、やっぱそうですね、はい、おっと、これはアウトコースの球を合わせてセンターフライとなります。ワンアウトです。先ほどもね、センターフライで同じ形になりましたけどね。次あたりですね。そうですね、タイミングとかね、安心で捉えてるっていうのはいいですね。そこもね、ヒットになるかならないかって結構紙一重なところありますもんね。バッターは5番、佐藤選手です。ストレートに勢いがあるんで、うん、どん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 押してくる感じですね。あ、大変化球、いい球ですね。ワンストライクです。あ、はい、アマグリちゃんが、あ、ありがとうございます。すごい、矢田さんだ、あの多分あの NS 時代都市対抗野球で見たことあると思います。おえー、はい、すごい、社会人時代見ていただいたんですね。うわ、すごいですね、そう、はい、エネオスですもんね、もう。ありがとうございます。藤江コーチはですね、東邦ガスからベイスターで楽天に行かれたっていうのでもね、うんうんうん、さすが天栗ちゃんですけど、さすがです。エネオス、糸原とかって、あ、そうです、糸原さんは一つ上で一緒にやってました。そうだ、そう、僕ら阪神のキャプテンですからね。そうですね、はい、すごいですね、そう、海星高校で、はい、島根の、はい、印象的だった。中川投手もですよね、あ、そう、成田の、はい、僕らね、エネオス、僕らの代はエネオスいっぱいいました。多かったですね、懐かしい。僕も都市対抗結構好きで、うん、東京ドーム見に来てましたけど、ね、はい、さあ、これはショートをさばいて2アウトです。ナイスプレー、うまいな、今も綺麗な、うん、ちょっと横に合わせて、背番号25、いい入り方して、彼、いい選手ですよ、はい、ショートの。めちゃめちゃうまかったですね。吸い込まれるようにゴール入ってきましたね。難しいバウンドもなんか自分なりに合わせて結構ね、うん、結構さばいてましたけど、取りづらい感じの球だったんですけど、安心感があるっていいですもんね。うん、
これ素晴らしいですね。さあまっすぐを打ち上げて、これはあ間かセカンドが取ります。はい、スリーアウトチェンジです。まあなんとかランナー出したかったんですけれども、3人で攻撃終了ということで8回の裏に入ります。いやいいいい守備ですね。こうリズムよく来てますね。そうですね。後半ここで、まあ、徳島も1点を取りたいところでありますからね。そうですね、大事な1点になると思います、次が。そうですね、はい、なんとしてこのピッチャーは変わるんですかね。この回は、矢田さんと一緒にね、解説をね、していただいてますけども、はい、お願いします。なんか おすすめと言いますか、はい、この選手はすごく注目してるよ。次の先頭を出したのは宇佐美選手。あ、はい、途中からの、はい、はい、普段1番バッターで出てるんですけど、2番が多いんですけど、今3割3分ぐらい、その2分か3分ぐらい。はい、足速い選手です。そうです、さよなら足速い選手、足速いですし、チャンスに強いんですよ。さよならヒットを今季2回やってるんで。わ、すごい、さよなら男だ。さよなら男です。ちょっとお調子者なんですけど、それがやっぱいいんですかね。そういうところがね、お調子者がやっぱさよならは、やっぱり自分がスターになると。ヒーローインタビューが僕でしょって自分から出てくるタイプ。いいですね。皆さんはどういったタイプの選手だったんですか。僕は、自分で言うのもね、ちょっとあれかもしれないですけど、守備があまり上手じゃなかったです。あ、そうなんですか。バッティングの選手でしたね。何番打たれてたんですか。4番とか多かったですかね。3番とかが多かった。いいですね。あれ、右投げ、右投げ、左打ち。あ、左打ち。あ、いいですね。ちょっとざっくり通して答えづらいかもしれないですけど、はい、どういったことをこう意識してたりとかっていうのは教えていただけたらなと思うんですけども。打つ方で。打つ方ですか。そうですね。打つ方では、しっかりフルスイングすることですかね。結構ホームランとかを求められるタイプだったんで、はい、やっぱしっかり振って強い打球を打つというところ、はい、これはいいかもしれない。結構力んだりとかもあると思いますけども、はいはい、そこの何か対処法みたいなのとかってありますか。力んだりするのは、その普段とかどうやったら速いスイングできるかみたいなのを考えてたんで、速いスイングするのは力むとやっぱ速く動けないんで。なるほど。その場のやつじゃなく、もう練習とか自分でその対策で強いスイング力まずにできるようなことをただやるだけっていう形です。なるほど、なるほど、素晴らしいですね。皆さんもぜひね、このチャンネル見てる皆さんもですね、ぜひね、お仕事でフルスイングしていただいたら、ね、そうですね、力むとやっぱいい仕事できないから、速さを求めるっていう、ね、そうですね、効率上がるっていうのはね、いいですよね。やっぱ力んじゃ仕事ができないですからね。そうですね。あのメジャーにいた田澤さんもエネス。ああ、そうだ、はい、田澤さんには、僕アメリカに挑戦したことがあって、その時に田澤さんにご飯を連れると思ったんですけど、それがかなりの思い出になります。すごいですね。いや、いい思い出ありますよね。そんな被ってもないのに連れてってくれて、すごいいい方だな。あ、そのね、野球はね、上下のその先輩のね、厚さみたいなのがありますもんね、温かさみたいな。なるほど。嬉しかった。すごい優しい方でした。印象も、なんかテレビで見る印象もね、なんかマウンドではすごい気迫なピッチングというか、そうね、ちょっとかっこいい、気持ち出るタイプだね。でもなんかこう、多分穏やかな人なんだろうな。まさしくそんな感じ。いや、素晴らしい。やっぱ見る目あるな。そうですね、僕、見る目って言われてます。見る目って言われてます。そのもの。さあ、レフトへの打球となります。どう、はい、うまく取りました。うまく取りました、はい、よかったです。グローブでちゃんと。あ、グローブで取った、はい、あ、素晴らしい、上手ですね。レフトライになってワンダウトになります。グローブで取ってましたね。はい、グローブ取りましたね。なかなかね、グローブでフライ取るシーン見れないんですけども、ね、よくグローブが出てきました。はい、よく持ってましたね。いや、それは持つやろ。そういう時間なのよ、今、シュライクスは。あ、そうです。グローブ持つ時間だから。なんでバット持ってるって。さあ、1番に戻りまして、バッターは伊藤選手です。はい、エリートですね。あ、そうなんですね。今日はデッドボールが多かった。多い、2つデッドボールありましたっけ。デッドボールは、そうですね、はい、あの伊藤選手はもう2個やっちゃってます。エリート選手、もうファインプレー2つします。まだ伊藤真子もそうですね。甲子園も出てるっていう。すごいですね。いいな。エリート、エリート、エリートのね。あ、そうそうそう、ね、エリート、エリート、エリート甲子園出たかったですよね。いや、出たかったですね。1つしたの神奈川県ですか。
そうどこでしたっけ。僕の時は横浜。横浜でした。へえ。ボール。次ボールになってました。近藤健介とか、ね。ああ。音坂とか。ああ、すごいですね。あと陳志柳とか。あもう粒ぞろいじゃないですか。いくらで言うと大当たりみたいな。いくら丼で言うとね、めちゃめちゃ強かった。デカ粒みたいな。デカ粒嬉しいよね、張りの。インコースストライクなんですけど、やることはなかったですか、試合は。あ、しました。あ、よかった。はい、横浜高校では。春対戦して。あ、そうですか。いや、神奈川県も熾烈ですからね。アウトコースの球を打って外野センターですかね、落下地点に入って、はい、ツーアウト、ね、センターフライ。さあここでね、はい、ツーアウトなんですけども、うんうんうん、やっぱりね、先ほどもちょっと僕も申し上げたんですけども、はい、いい攻撃というのをね、見てみたいですよね。ツーアウトからでもいい攻撃ができるというこの野球の面白さっていうところをぜひ ね、体で表現していただけたらなと思いますね。全然何が起こるかわからないって本当にその通りですよね。ツーアウト、ランナーなしとなり、バッターに、あ、代打、これ代ですかね。そのまま、そうですね、代打です。代打、代打選手です。ちょっとサイドハンドな感じなんですけども、うん、矢田さんはどうでした、サイドハンドの投手とか、あの左ピッチャーとか。左ピッチャー苦手でしたね。左バッター、そう、矢田さん左バッターだから左ピッチャー。左のサイドとかも勘弁してください、はい、多分何かこう4番っていうところもあったり、上位打つとやっぱりワンポイントでね、バッて出るとかも、はい、ある対策あったと思うんですけどもね、はい、やっぱ4番だったりするともう投手のベストボールで来るわけじゃないですか、もうウイニングショットだったりっていう、変化球の打ち方で何か工夫してたのとかってありますか。変化球はあれですね、ちょっとまあ難しい話になっちゃうんですけど、球速がやっぱまっすぐとスライダーとチェンジアップとかあるじゃないですか、はいはいはい、そうするとまっすぐ待っちゃうと最後チェンジアップが空振っちゃうんですけど、スライダーの球速に合わせていくとまっすぐもファールできるし、チェンジアップにも対応できるって、こう対応できる範囲を広げるっていうのはやってましたね。なるほど。難しいね、もう一回言ってもらって本当に難しかったな。いや、本当でも、ね、中間速に合わせる、合わせるところ4番ってやっぱりね、どうしてもそれで率がね、残すのが難しいんですよね。いろいろこう、うん、甘い球もね、そう来ないですし。応募提供は夢タウン徳島。なるほどな、難しいですよね。立場もあればなんかその甘い球を狙うのか、逆に決め球を絞って狙うのかっていう、なんかこうミーティングの中でもあると思うんですけどね、はい、ピッチャーによってね、先にその狙い球をウィニングショットに合わせるかとかもあるんですけど、僕打てそうなとこ打ってましたけどね。あ、結構春よりはいや、まあ、春るんですけど、はい、打てそうな、例えばまあ外側の得意競技だと思ったら外側だけど、体で反応パーンって、はい、高橋由伸さんタイプですね。はい、結構プリンスですからね、はい、さあセカンドへの当たりはナイスプレー。わー、ナイスプレー、大橋選手パスがよく伸びましたね。ナイスプレーで三者凡退、素晴らしい。ああいう難しいプレーを難しく見せないところもなんか、うん、いや、さすがの守備ですね、大橋。かっこいいですよね。かっこいいですね、かっこいいプレーなんですよ。かっこいいね。かっこ入っちゃった。あ、ということで9回の表に入ります、はい、ここでね、もう打たないといけないですから、サファイは、はい、あ、ピッチャーが変わります、変わりますね、はい、川野ですよ、投手、川野投手です、はい、鳴門渦潮高校で、あ、はい、甲子園も経験してる、わー、すごいですね、主に7回も勝たれてるんですけど、あ、はい、そうなんですね、はい、セットアッパー的な、はい、ピッチャーもね、小柄なんですけどもね、しっかりいい球投げますよね。ツーシームすごくいいんですよ。じゃあの中日の大野投手の、ね、確かに確かに選手の交代発表、そういうタイプだ。ピッチャー上原優斗に代わりまして背番号34河野直樹。ピッチャー背番号34で左ピッチャーだと思う。背番号34金田正一さんをちょっと彷彿とさせる感じが違うのよ。ありますよね、世代がはるかに戻っちゃったのよ。400勝投手。
いかにまたでしたけどね。おい坊主何やってんだって言ってましたよね、亀梨くんにね。坊主何やってんだお前っつってOB 野球で言ってましたね。一番面白いですよね。カーの年イケメンなんですよ、よく顔見てください。ああそうなんですね、イケメンなんですよ。ちょっと寄ってもらえるかな。ずっと顔だけでいいですか。寄ってらっしゃい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。顔がかっこいいんですよ。じゃあファンが多い不安ね。あ、不安。厳しいな。みこしろより厳しいじゃん。そうですね。まあ、ということで、はい。あ、矢田さん、ここまでですかね。はい。あ、8回までですかね。そうですね。すいません。ということで、本日は矢田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。次までに変わりまして、バッターは今井。さあ、ということで、9回の表、最後の攻撃となるのか、はい、そうですね。サタイスこれでどうしてもね、やっぱ意地、うん、意地を見せたい。意地をね、はい、ここでね、やっぱ1点取るだけで十分ですから。はい、さあ、ということで、バッターは1番キャッチャー、藤田選手です。うん、いやー、河野投手、いいですね。そうですね、あのイケメンというね、はいはい、先ほどね、矢田さんがおっしゃってましたけども。顔見たい。はい、おっと、これは変化球出ました、出ました。いや、素晴らしい。そういうのが大事なんですよね。こういう一本一本のヒット、これを積み重ねることによってですね、これはいいですね。1塁、2塁、3塁までランナーが行き、そして最終的にはホームで1点、これをね、目指しましょう。めっちゃしゃべるな、急に、はい。やっぱヒット1本でね。いや、全然空気変わりますから。はい、これはもう期待したいところで、さあ続く DH タクト選手のところで代打、はい、キャプテン山田選手ですよ、はい、こちらもね来ましたよキャプテン。ここはですね、バッターは山田かける背番号27。ここはどうしても繋いでほしい。ここはもうね、キャプテンも絶対その気持ちが分かってるタイプの人間なんですよ。チームのためにっていうね、はい、おっと低め外れてボール、うん、あ、ボールです。そうなんですね、でかいですね山田選手。いやいい背中です。うん、ごめんなさいね、今すごいいい場面なんですけど僕らの映像になっちゃったんですけどね。僕らでもうちゃんと、あとはキャッチャーがストップしました。今よく止めました、キャッチャーも。声が選手に変わってます。ちょっとね、うん、ピッチャー交代で、はい、岸本投手ですか、はい、立ち上がりなんですけども、ワンアウト取ったんですけども、ちょっとね、うん、ここからね、川野投手ですね。あ、川野投手ですね、はい、あ、ずら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 行かないでほしいです、ね、なるほどなるほど。まあでもこうノーツーとなりまして、まっすぐ打って、いい線狙いは強振してましたね。ガンガン行ってますね、素晴らしい。強く振る、うんうん、これが強振。強振、はい。そのままなんだよ、はい、そのまま言ってるだけなんだ。クとルが取れただけですからね、強く振るのクとルが取れただけで強振、強心臓です。いや違うのよ、臓はどっから来たの。さあまっすぐ打って自打球となります。痛そう、痛いな今の。さあワンアウトランナー一塁、はい、カウントは2ボール2ストライクで、バッターは代打山田選手です。はい、キャプテン、キャプテン山田選手、ここはね繋ぐという気持ちをね、大事ね、一回忘れて、あ、はい、どうしたらいいんですか。ですね、決めるでいっちゃう、決める、俺が決める。なるほど、この打席で俺がこの試合をひっくり返す気持ちで、2ボール2ストライク、はい、ピッチャー投げます、まっすぐファール、粘りますね、いいですね。今ね7対3、はい、4点差あります。これね、普通のホームランを打ったとしてもですね、なるほど、まだ2点差あるんですよ。そうなんですよね、ただそれでもなお、そう、俺がこの試合決めると、それが変わりますから。そうなん、チームが変わる一打を、全員がヒーロー。そうですね、やっぱ開幕戦でもいいタイムリー打ちましたから ね、いいところで。さあここはどうなるかっていう、ファール、ファールボーイですね。いやよく危なかったですね、はい、いいですねいいですね、やっぱちゃんとついていってる感じですね。そうですね、今のは変化球、落ちる球ですかね。ちょっと多分ずらした感じ、ツーシームですかね、もしかしたら。あ、言ってましたよね、ツーシームが。そうそうそう、ツーシームもね、速いツーシームと遅いツーシームっていうのがありますからね。ちょっとあの動かす系の、そうですね、大きく動くのもありますからね、はい、大きく動きます。さあここは間を一旦取って、もう一度気持ちを入れ直します。さあここはね、山田選手に期待ですよ。いやー、そうですね、ここはね、なんとしても1本欲しいところ。さあ、2ボール、2ストライク。さあ、低め、よく見た。さあ、フルカウント、いいですね、はい、やっぱファールで粘って、ボール球も誘って、そうですね、応援団のね、うん、熱い気持ちが、そうですね、はい、太鼓がだいぶそうですね、大きくなってきました。
ったけども応援団の方もね、はい、多分ですけども、はいはいはい、野球を注目して見てます。そりゃそうやろ、はい、何しに来てんだってなっちゃうから応援のためのね太鼓ですけれどもさ、3ボール2ストライクフルカウント、まっすぐファール、自打球となります、はい、いやね、もう2球目の自打球ですからね、もうちょっと痛そう。そうですね、すねすねですね、松ヤニをね、なんで今なんで今松ヤニをすねにすねに塗ってどこに滑り止めですね違う違う違う、滑りたいのよ、なるべく冷やしてますから、ね、コールドスプレーです。今なんで今ちょっともう動揺させますね、ちょこちょこ動揺させると俺らタイム取りますね確かにね。さあフルカウントまっすぐ三振となります。ツーアウト、俺が決めるというところの気持ちが、はい、まあ、先走りまくりシティですかねどこまで来ました、ね、今どこの街まで行っちゃったんですか今。さあここ第5打席目となります。1番に回って大賀選手、はい、先ほどはレフト前ヒット打ってますからね、はい、男前対レフト前ですか、はい、男前対レフト前ですか、男前対レフト前の対決となります、はい、ここは赤がラッキーカラーなんでしょうか。そうですね、赤好きな。さあまっすぐこれもレフト前へ抜ける、レフト前が勝ちましたね。レフト前の勝ちです。男前対レフト前は、レフト前はレフト前の勝ちです。カナダ、マサイチ打たれました大投手ですか、ね、山本昌投手も左34、ああ気がするなと。ただねやっぱりね、うん、あのソックスを上げているというところがね、いやちゃんとね、やっぱ昔の野球感がある。さあランナーがここで2アウト来ましたよ。面白い展開になって、はい、ここで2番平岡選手、ここはね、今日2安打。このバッターはね、この場面でね、うん、僕はね、はい、どういった気持ちで臨むと思います。あ、俺に聞いてない、はい、あ、俺に聞いてんの今、はい、もう決めてやろうですよ。決めてやろうしかないんじゃないですか。もう決めてやろう、決めてやろうですよ。違いますね。あ、違うんだ、はい。だって次がさ、樋口選手でもあるから、こう僕がキーマンに、そうですよ、投じた、はい、樋口選手を、うわー、ストライク、いいところですね。ナイスボール、ツーナッシングで、ツーストライクのボール、ツーアウト、ツーストライク。でも今のは僕は無理やり打たなくても、絶対チャンスは来ますって、うん、確かに、はい、なるほど、つなぐという気持ちで、まあ、厳しいところよりね、はい、いいですけれども。絞れました。見逃し三振となって試合終了です。僕がキーマンと挙げた樋口さんに回らず、回らず、なんと終わってしまいましたが、さあということで7対3で、はい、徳島インディゴソックスの勝利となりました、はい、いやナイスピッチングでしたけどね。そうですね、やっぱりね、両チームともね、うん、投手リレーで、なるほど、いろんな投手をね、こう、ね、見れたんですけどもね、うん、ストライク先行した徳島の方に軍配が上がるといったところでしょうかね。そうですね、やはりね、うん、徳島のピッチャーはね、どなたもですね、リズムよく、うん、テンポよく、そうですね、ストライク度、うん、取っていってですね、はい、しかも打ち取るというね、うん、しっかり基本ができてたなという印象でございます。まあ、一方ね、ストライク、ね、クスの方はですね、はい、まあ、先ほど藤江投手コーチもおっしゃってましたけども、うんうんうん、最初の立ち上がりから、うん、そしてピッチャー交代の1球目、皆さんね、なんかちょっと不安を残すような、うん、ピッチングが多かったかなという印象ではございましたけども、うん、ここでね、はい、切り替えてというか、この経験をね、うん、糧に。でもいいところで言うとですね、はい、やっぱ打撃陣がですね、しっかりチャンスを作って点を取る、そうですね、というところが初回だったり5回だったりでね、うん、見れたので、めちゃめちゃ良かったですね、やっぱ負けたんですけども、はい、いい試合だったんじゃないですかどっちなの感情、笑ってるの泣いてるの , 笑ってる、どっちどっちどっちのどっちのあれなんそれは。洗顔してます。洗顔してんの今洗顔すね、はい、よかったです。どうですか。いやー、まあねー、まあ、久しぶりにね、こう堺の試合を見に来た、で、初の、うん、四国アイランドリーグの試合、こうやっぱレベルが違うとかっていうよりは、はい、ここがやっぱりこう野球ができてるっていう感じがちょっとあったので、やっぱ堺もね、こうボールがばらついたりだとか、ボール先行になっちゃったっていうところは敗因の一つかなっていうのもありますし、まあ、でももちろんいい部分はありますしね、ピッチャー陣も三者凡退でね、岸本投手がこうポンポンって
繋いで、でやっぱりチャンスができたっていうところがあったんで、はい、やっぱそういう攻撃もね、こう両チームこう多分やっぱりね、あの課題が見えつつも、うん、このね本当の公式戦の方ですかね、うん、に向けてだいぶ弾みのつくいい試合ができて、はい、まあ、何より天気がね良かったのは良かったと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、どうでした。すいませんでした、本当に。いやいやいや、申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございません。良かったです、良かったです。本当に配信できて、いや配信知らないでしょ、お二人。ドッタバタよ。すいません、ちょっと本当にお見苦しいところが多かったと思います。途中あの一部あの切れちゃったりとかしましてですね、本当にあの反省たくさんありますけども、すいません、ちょっとさらに勉強していきます。そうですね、はい、申し訳ないです。だからもうどん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 こう成長していって頑張っていって、はい、完璧なやつに近づきましょう。言っても2試合目ぐらいですか、配信。配信2試合目。そうですね、だから素晴らしいです。いや申し訳ないです、本当に。せっかく徳島さんと試合組んでいただいたのに、もっとねうまくやりたかったんですけど、すいません、ちょっと次リベンジさせてください。はい、で3回目の配信は8月8日のバトルスタディーズデー。やった、はい、バトルスタデー。お二人またはいお願いしてもいいですかね。お願いします。もちろんありがとうございます。行きましょうよ。お願いしてもいいですかね。その日も年に一度のお祭りなんで、はい、堺市で、探し、あの、くら寿司さんで、はい、あの、詳細は多分、今週中には皆さんに発表できると思います。ありがとうございます。皆さんもぜひね、はい、堺市でお会いしましょう。ぜひ、あの、感染にはいっぱい来てほしいですし、もちろん感染症対策ちゃんとやりますし、はい、あの、ウェブの配信の方でも今度こそうまくやれるように頑張ります。お願いします。はい、すいませんでした、お二人ご迷惑おかけしました。いやいやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。もう試合もね、すごくあの楽しく、うん、あのできたので、そうですね、あっという間に終わってましたね、はい、そうですね。負けてしまったんですけどもね、堺市大学でもね、いい試合ができて、僕らも楽しみながら、楽しかったですね、やっぱり。実況できるのは嬉しいですよ、はい、コメントもね、すごくしてくれたので、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。お二人にお詫びに徳島ラーメンでも、やったー。大盛り徳島ラーメンで、はい、大盛り食べたい、食べて、すいません。ありがとうございます。お二人自由にも締めていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お父さんも、ほら、ありがとうございました。はい、8月8日、皆さん、ぜひこの QR コードから、左上のはい、QR コードからも見れますし、はい、また告知もありますので、ぜひ来てください、はい、お願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、切る人いや、帰るのかい帰るのかいさあ、ということでね、また、はい、ぜひお会いできる日を楽しみに。いやいやいや、本当に良かったですね。世の中が落ち着いてるといいね。8月4日ね、またお会いしましょうということで、はい、本日はですね、じゃあ締めましょう、はい、ということで、本日実況解説を務めましたお笑い芸人スレンダーバナでした。ありがとうございました、はい、試合の感じとか大丈夫ですか、締めるのに。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、7対3で徳島の勝利です。バイバイ。スクショタイム OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これってさ、パチンってやるか止まる。ん？これでいいのか。あ、いやいやいや、全然です、全然です。むしろ、ごめんなさい、僕らも。いや、一生懸命やってる中でね、みんなどんどんバカしてたんです。すごく苦労するから。いや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 、そんな楽しかったですよ。弁当食べよ、食べる。お腹すいた。僕らのラジオ配信も言われて、いつでもラジオは行けたんです。